はい。じゃあ、それでは、え、本日の、え、担当合格講座、え、今日がですね、民法の1回目ということで、え、担当合格講座、え、民法から始まって7科目ですね、え、本日からですね、大体約4ヶ月にわたって、え、担当講座ということで、まあ、開講ということになります。で、まず今日の講義に関しては、もちろん中身の方入っていきますけれども、まあ、担当講座の進め方とか、ま、あとは担当の、ま、学習法みたいなところとかを、ま、ある程度簡単に確認をしてから、え、具体的な内容に入っていくことにいたします。で、まず、え、この担当合格講座自体のテキストに ついては、えー、おそらくあの問題冊子二って書かれているものがまず2冊あると思います、でこちらの方はすべて問題が載っているもので解説部分がないものが2冊あると思います、でそれとあとはですね体系別の担当過去問題集民法1というものから民法5というものまで5分冊になっているものがあってで、こちらの方はあの通常の担当問題集ですね、問題があって開くと回答解説がついているというものになっています。で基本的に 次にはこの、えーと、担当過去問題集 5, 冊のこの5分冊になっている1から5に書かれているものを問題だけまとめなの,かのが問題冊子の1、2ということになりますで講義の中ではこの担当合格講座自体のコンセプトとしては、まあ、予備試験、司法試験とも、まあ、にそうですけれども担当式試験というのはとりあえず、ね、特に予備試験の場合には突破しなきゃいけないもう最大の壁というか、ね、そこを突破しないと論文を見てもらえませんからまずはその合格ラインを突破するということが、まあ、究極的な目標なわけです。でじゃあ何 何をやらななきゃいけないかっていけかうことなんですねでこれは何回か担当の学習をされてきたりとか、まあ、もしくはある程度、ね、担当の合格体験を結構重ねている方とすると、まあ、そうだなという感じになると思うんですがあの究極的には過去問につきます。これは でまあ、大体も予備試験の過去問については平成23年から、まあ、令和4年までですねもう直近の令和4年まで含めると12年分の過去問が蓄積されていますでかつです、ね、司法試験というのも担当式試験があってで、まあ、あの実は司法試験については近年は県民系の3科目だけなんですけれどもその前はです、ね、かつては7科目全部担当があったので、まあ、司法試験の過去問も平成18年から開始されています。 7年分の過去問の実刑があってで、合計すると約29年分の過去問があります、で基本的にはあの予備試験も司法試験もそうなんですが、もう過去問をしっかりやりきっておければ、まあ、担当での合格ラインというのはしっかりとこなしていけるというのが、まあ、実際のところで、まあ、特に令和4年の問題なんかを例にとると、まあ、令和3年までに出題されたもので、重複しているのがどのくらいあるか。 っていう話ですね。えー、もちろん全く同じ問題が出るってことはないです。えー、まあ、出ることもありますけれども、えー、基本的には若干形を変えたりとか、まあ、判例であれば判例の、え、射程を問う問題だったり、関連事項を聞いたりとかありますけれども、えー、その担当の過去の問題の、まあ、いわゆる関連事項として、まあ、過去の対等対策の中でちゃんと関連事項を含めて抑えられていれば、まあ、どのぐらいの得点率取れるかっていうと、大体ですよ。えー、約法律科目8割ぐらいは取れます。えー、まあ、どうしてかっていうと、まあ、全く進出の問題では中ではあります。 え、これも、あの、法改正もありますから、初めて出るような問題とか、あとは、ま、言ってみれば、推論型の問題ですよね。え、その場で考えていくような論理的な問題とか、ま、あとは場合によっては、ま、言葉良くないけど、誰がどうやっても解けない問題でも中にはありますからね。え、そういうものもあるけれども、ま、え、全体をこうやって通して平たく見ていくと、大体70%から80%ぐらいの問題は、ま、過去問を確実にこなしていれば点数取れる問題が出題されています。ですから、現に、え、過去に、ま、担当合格されている方、ま、 単独合,、ね、合格されている方っていうのは基本的には担当の過去問繰り返しやっているっていうことが、まあ、やっぱり一番合格に向けて必要になってくるということになりますでなので一応、担当合格講座のまあ一つのコンセプトとしては、まあ、網羅することですよね、えー、担当の過去問を全て終わらせるということがまあ出発点に立ちますからその部分をまあしっかりペースメーカーとしてやっていくというのがまあ目標になります、でじゃあ、この担当をやるにあたって、ね、一番厄介なことは何かというとまず終わらないことなんですよ。 これは、まあ、実際やってみるとあの分かります、えー、まあ、担当って正直つまらないんですよ、えー、まあ、問題を解いて、で丸かつかやって、それで当たった、外れたってやって答え確認して、でそれを延々、修行のように続けていくということになりますから、そうするとやっぱりあ,のある程度、あのゴールを決めて、ゴールに感じてどこまでのフェースでやらなきゃいけないかっていうのが、まあ、しっかりした形になってないと、やっぱりあの担当が終わらないっていうのがあります。で特に あの、論文と担当のやっぱり乖離っていうのはやっぱりあるんですよね。えー、科目によっては民法であればね、えー、先取り特権っていうのは別に論文の場合にはそんなに問われないわけだし、親族相続であれば、まあ、大体条文の知識とか引けばいいじゃんみたいになるんだけれども、担当は6歩引けませんから、えー、その知識も含めて結構細かいことを聞いてくる。で、会社法に至ってはね、えー、これは担当合格講座の会、あの、商法をやるとわかるんですけど、結構大惨事になるんですよね。えー、全然論文と関係ねえんじゃんみたいなものがボンボン出てくるので、そうすると、まあやっぱりあの、自分で勉強する中で すごいストレスがあるところがあるので、えー、まあ担当合格講座の中では、基本的に扱う問題というのは、ね、本当は平成18年から全部ね、最後までやりたいところなんだけど、あの正直、平成18年から22年までの結構、初期の司法試験の問題というのは、かなり癖がある問題と、 あとはもう10年近く経っちゃっていると法改正とか関係で、まあ、ある程度生きてない問題が多くなっているというのがありますから講義の中では司法試験も予備試験も、まあ、予備試験初年が23年ですから予備試験開始の23年から令和4年までの司法試験予備試験の過去問すべての解説をやっていくということになります。なので 一応が講義の中では、あ予習みたいな形で言っていきますけれども、基本的にはやってきてもらいたいことは事前に問題を解いていくってことです。で、ただ、本当に解くだけで構いません。あの、目標はもうすべてちゃんと、えま、終わらせることが目標になるので、え一番最初の段階では大体一回の講義で、ま、民法だと大体40問から50問ぐらいになります。だから足で言うと250足ぐらいですかね、えの問題になりますから、それをとりあえず、え、問題解いて丸伐のチェックだけかけておく。 という形の対策で十分です。あの目標はなぜかっていったら、もう解けたか解けないかっていうところをチェックだけで大丈夫です。そうするとまあ予習時間としては、まあ、ちなみに予備試験の場合は、えー、と30分で15問ということになりますね。だいたい科目がまあ複数科目、民事系、刑事系とかっていうのが合算されますけれども、まあ、30分で15問というのが一,一般的な出題の時間ですから、そうすると1問平均2分ということですね。 ですから、まあ、例えば50問、えー、予習範囲という形であった場合には、もう単純にかける2ぐらいの時間でやっちゃってください。だいたい100分ですから、まあ、1時間40分使って、50個解いて、で、それでまああ、あの、合ってるか間違ってるかの確認をして、で、間違ったもので余力があったら軽くチェックするぐらいでもいいとは思いますけれども、その準備だけしていただければと思います。で、その際にちょっと注意してほしいのが、あの、解説の熟読みたいなことはなるべく、えー、しないことは推奨しています。で、あの、とにかく担当で、一番なんか挫折して、 しまったりとかうまくいかないケースっていうのは、あのまず終わらないっていうのが一番大きいんですよね。もうあまりにも量が膨大すぎて、もう民法はなんか途中でなんかもう。ええー、なんか、次の科目やって、なんかどっちつかず終わっちゃうとかね。まあ、そういうケースがあったりとか、そういう、まあ、実績に物量的に終わらないっていうのが一つなんですが、もう一つあるのが、あの神経質になりすぎて。 しまう,っていうケースです、えー、特に、まあまあ、レックの、ね、教材だからあまり文句は言えないところはあるんですけれども一般的な予備校教材って、まあ、これはどこもそうですけれども解説ってのはやっぱり根節丁寧に書くわけですよでこれはもちろん自習で、えー、分かんないところを確認するためには必要なものだからあの、まあ、問題集によってはですねものすごい解説が分厚い問題集とかも、まあ、市販本ではあるわけですねでただそれを全部熟読するっていうことが担当合格のために必要かっていったらそれは必要ないですよね もう究極的に言えば担当って何なのかって言ったら当日に出た問題をトータル6割ちょい取ってくださいという話ですからその解説を熟読しているかどうかということが点数に直結しないという場合も結構あるわけですよねなのであの解説を読むにあたってはあの、まあ、一応指針としてあるのは予習段階だったらあの全くわからなかったものとかを読む必要はほぼないです。 あのまあ、実際、自信があったなと思ったんだけど間違ったみたいなものがあったらそれの確認で、えー、ああ、クソみたいなねあ、条文あったじゃねえかみたいな感じでチェックする限度ではいいですけれども、えー、特に予習段階で解説を熟読して頭に入れて持ってくるっていうことはしないでむしろスクリーニングですね、えー、自分でできた問題だったらこれはもう自信持ってきた問題で分かんなかった問題は分かんなかった。 え、なんか、できたつもりができなかったみたいな、ある程度その割り振りだけ立てて、え、講義に臨んでいただければっていうことになります。で、基本講義の中で何やるかっていうと、講義の中では、もうとにかく、え、解説を進めていくことになるわけですけれども、 要は問題を解くために必要な知識に絞ります、えー、なので、えー、例えば、ねえー、判例があるものについて判例の全部を、ね、ガチ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 押さえていくとかそういうことをしていくっていうことはあまり効率的ではないですので、えー、例えば条文があるものだったら端的に条文これだと、で間違ってるまあ、事例問題系で間違っているならこの部分が間違っているという形で実際にまあ担当を解くまあ思考過程を示しながらやっていくということになります、なので、まあ、結構メリハリはつけていく感じになります、なので、えー、論文に絡むような密接なところだったらしっかりやらなきゃいけないし、あと あとはもう一つは担当プロパーのものです。えー、論文の、例えば、え、入門講座とか合格とは作成講座とかで全くやっていないっていうような問題ってジャンルってあるわけです。そういうところはもうインプットみたいになりますから、そこのところは結構時間かけて説明をしていく。で、場合によってはもう出題されることがもうほぼないだろうみたいな問題については、まあとりあえず結論だけを押さえてねみたいな形で、まあやっていきますので、あの、講義の中で2週目あるイメージだと思ってください。 だ講義の中でも、あの、実際に同じスピードでやっていきますから、それで追体験する形で、講義を受けていくという形になります。で、基本的にはそれで講義が終わって、で、3週目っていう形で復習になります。で、復習するときは、あの、さっき解説文全部読まないでねっていう、読むことはあまり効率的じゃないよねって言ったんだけど、あの、復習するときも同じです。あの、もう一回問題パッと見たときに、もうできるじゃんとか、もしくは納得した問題ね。 あの解説だったら端的にもうこれはこういう理由で丸こういう理由で×みたいなのが端的にもう分かってるということであればそれはもう十分になります、えー、でもちろん関連知識としてまあ講義で触れたところとか、ね、チェックしていった方がいいと思うけれども基本的にそこのところが分かっているものはあのその次に行ってしまってよくて、まあ、むしろ分からなかったものについて納得いかないものがあったら解説その部分だけ、えー、理解のために必要な言語で読むというぐらいでいいと思います で、究極的には、目標としては、講義、まあ、ループしていきますけれども、まあ、次の講義までですかね。まあ、金曜、日曜ってライブで受けられている方は、近日が結構大変ではあるけれども、基本的に次の講義の前まで、まあ、遅くとも2回やとかな、1週間の間に、そこで扱った問題をもう1回見て、全部の問題がある程度頭に入っているっていう状態を作っていくと。 で、これをまあループしていくのが一つの、えー、担当講座の中での目標ってことになります。なので、えー、結局ね、自分でできるっていうのが担当のように見えるんだけど、実際やってみるとわかりますけどあの、できるかどうかっていうと、そもそも量の問題もあるけど、本当にそれで正しいかっていうね、えー、その知識量で足りますか、もしくはそれって過剰すぎませんかといったような、まあ、そういうところを結構潰していきますので、 え、ま、そこの部分をちょっと意識して、え、ま、進めていただければと思います。で、それで、ま、通学の方はですね、毎回ですね、次の、講義の前の時に、確認テストっていうのを用意します。ですので、今日の第1回であれば、第1回でやった内容を、基本的には第2回の、講義の前に、確認テストという形で、通学で受けられている方は30分前になりますかね。え、30分前に、問題を設置して、それで、まあ、ま、あの、 これは基本的に講義の外になりますけれども、解いてもらって、で、ま、ちゃんと前回の内容ちゃんとできてますかっていうことを確認をするっていう機会を作っていきますので、ま、あしっかりループかけられていえば、とりあえず予習で解いて講義受けて、それで復習した段階でとりあえず、あの、 ちゃんと確認テストでできてるかどうかまでちゃんとループするっていうことが、まあ一つのルーティーンになってきますので、そこの部分を、まあちょっとまずはね、イメージ湧いてもらえればと思います。で、これはあの通学で来られてない方ですかね、まあズームで受けられたりとか、あと通信、ウェブで受けられている方についても、基本的には担当の問題ですよね。その確認テストについてはレジュメっていう形で毎回アップしていきますので、そのレジュメのところを見ていただければ実際ね、確認テストみたいなのがあるので、それはまあご自身での効果測定で使えるようにして ていく予定ですということで、えー、一応、内容としてはそんな形で進めていきます。で、えー、本日はまあ民法という形になりますが、えー、使っていくのは基本的にはね、まあ、スライドの形ですと、まあ今日は第20問からえ初回なんでやっていきますが、えー、まあ担当の問題を実際に次から次へとというのは解いていきましょう、で特段、今日は予習を前提としない形でやっていきますので、えー、まあ民法の問題を見ていくということになります。で特にあの担当の過去もこれれから勉強される方も 多いと思うんですあのでやっぱり意識してほしいのは同じ問題が繰り返し出てます。えー、特に、えー、形を変えてるけれども似たような問題が、まあ、繰り返し出ているし、あとは、えー、やっぱり その、そこまで突拍子のない問題が出てないよっていうところが結構ありますから、まあそこの部分を今日はやっていくことにします。で、基本的な、あの、範囲としては、まあ毎回、えー、40問から50問という形で触れましたけれども、えー、まあ民法の冊子、えー、で言うと、一番最初の民法1というのが、えー、民法の総則ということになります。えっ、ー、と、第1問からですかね、え、第1問の退治っていうところから、 もうね、まあ1問目に、こういうね、なんかやりたくなるんで、今日はね20問からやりますけど、えー、退治というところから第、えっと、67問まで、時効総合。これがまあ総論ってことになりますが、こちらは、あの、とりあえず、民法の一番最初のところですから、えー、全部の問題をまず扱います。 ですが、第2回以降ですね、次回以降は、まずは予備試験単独問題、予備試験が絡む問題を全部やるっていう形で、まず一周やります。ですから、民法2っていうのはちょっと物件ってことになりますけども、物件から家族法までの民法2から5のところについては、問題を見るとね、例えばこの第20も今映してますが、28年死って書いてあるやつ。これは司法試験でのみ問われているもので、で、それでその一方でですね、例えば、 えない第24問とかだとこの作なんていう問題は、まあ、令和2年、ね、司法再三問予備第1問となるように、えー、と問題文の上が司法だけになっているものは予備試験では出題されてなくて司法試験単独問題で,でこのように司「司よって書いてあるのは司法試験と予備試験の重複問題ってことになりますで一般論としては予備試験と重複する問題っていうのがまあベースになっているもので、まあ、難易度もね あの司法試験の方が難しく問われてますので、まあ、民法の場合には科目数が多いんですよあの他の回数は多分5回とか6回とかですから、まあ、順番に全部の問題やっていけばいいんですが民法全部で10回なので、えー、ゆっくりゆっくりやっていくよりは大きく二回しやるイメージになります ですので、まあ、民法の相続だけは最初から最後まで全部やりますけれども、え、物件から相続法までのところは、まず予備試験重複する問題を全部触って、まあ、とりあえず予備試験の問題は全部終わったって状態にして、戻って司法試験単独問題をやっていくっていう形で、まあ、2周回していく形になりますので、え、ちょっとま、具体的な予習範囲とかね、え、範囲についてはまた、え、指定していくことになります。はい。ということで、え、一応こんな感じで、え、進めていくことになりますが、 じゃあ、早速ですけれども、えー、まあ、実際担当の問題ね、えー、まあ、20問から順番にやっていきますが、えー、基本的には、もう、あの、合ってるか間違ってるかをどんどん確認していくってことになるけれども、あの、特に知識のところで言うと、抜けてるところとか、もしくはね、あの、間違えてるところとかがあれば、そこはしっかりと確認していくっていうことになると思います。じゃあ、早速ですけれどもね、えー、今日は、え、長丁場で講義自体はね、え、担当合格は3時間30分の講義になります。で、えー、一応、担当合格は3時間半になってますが、どうしても、えー、一応、 形式的には休憩1回というふうにしているんですけれどもさすがにちょっと、ね、集中力、まあ、人間の集中力限界がありますので、えー、休憩については一応、間に2回取る予定でいます。 ですので、まあ、通学で受けられるとだい大体6時半から10時という形の講義時間になりますので、大体1時間から1時間10分ぐらいのところで1回休憩入れてで、もう1回そこで休憩入れて、一応2回休憩入れる形になりますので、一応そのつもりでいていただければと思います。なので、おそらくあれですよね、あのウェブで受けるときには休憩2回挟むんで、あのユニット1、2、3みたいな、3分割でという形になると思います。 じゃあ、それでは早速ですけれども、えっ、ー、と、ちょっと確認していきましょう。で、特に、えっ、ー、と、担当特にあたっては、ぜひ、あの、確認してほしいのは、復習する際にですね、あの、六法の条文なんかはしっかりと引いておいた方がいいかなと思います。で、これは少し担当の勉強っていうことで言っておくと、大きく分けると、まあ、担当の問題っていうのは、まあ、条文型の問題と、えー、判例型の問題。<laughs> それと、あとは学説、現場地公型の問題がある。で、正直、判例は知ってるか知らないかっていうところありますよね。<laughs> っていうことになりますから、 ま、判例の問題についてはある程度過去問をやっていれば知識は集約化されていくわけですよね。で、で、あとは現場思考型とか推論型の問題についても、えー、それはもうなんか考え方みたいなのをしっかり構築していくってことになるんですが、まあ、条文に関しては、まあ、できる限り出てきたものについては簡単にチェック入れておく習慣があるといいかなとは思います。これは別にあの一般的なね、通常の六法でもいいし、 判例六法とかでもいいしね、何でもいいと思うんですけれども、あの、担当で出題履歴があるものっていうチェックは結構有効です。あの、一応最後の最後に勉強するときって、最後何やるか担当の過去問を何回も何回も繰り返して、えー、集約、集約するわけだけれども、まあ、条文なんかに一応最終的に素読をしていくっていうことっていうのも、一つの勉強法としてあるわけですよ。で、そのときに、あの、担当で出たことあるっていう、あの、条文みたいな、とりあえずチェックがつけられてると、後々にまあ、条文パラパラパラッと見たときとか、 あとは場合に行ったら論文対策とかで、まあ条文を引くときに、一応目につくようにしておくと、まあいいかなと思います。で、特に、あの、間違えまくってる条文みたいなものは、あの、六法でも、あの、手元にファッと入れておくと、あの、すごくあの、有効だと思います。あの、復習法については特にね、あの、指定はないというか、いろんな考え方はあると思うんですけれども、基本的には、その、三回目で間違えたやつね。 えっと、予習して、えー、実際に、ま、講義受けて、で、一週間ちょっと見直しをしたりとか確認して、で、それで、ま、確認テストをやったりとか、自分で3回目チェックした時に、そう、3回目やった段階で、なんか、腑に落ちないものっていうのは、おそらく、えー、ま、経験上ですけれども、えー、ま、1週間、2週間経つと結構スポーンと抜けます。なので、そういうふうなものっていうのは、もうメンテナンスかけるべきもので、正直、1回目、2回目で結構腑に落ちてる問題っていうのは、もう忘れないです。で、で、もう仮に忘れてもすぐ戻ります。 え、忘れたとしても次にもう1ヶ月2ヶ月経ってから、チャット見て、あ、こんなのあったねって言えば、もう一回記憶回復するんだけど、そこに至ってないものについては、やっぱりそのレベルに落とさなきゃいけないので、その時なんかはもう3回4回とかっていうレベルで間違えているものは、まあ、一応ピックアップしちゃった方がいいかなと思ってて、で、それは例えば問題だったら、その間違えた問題だけものすごい強調しておくとかね、えー、その間違えた問題だけはすごい強調しておく、場合によっては何か、え、抜き出してしまう。 ででもしそれが条文問題であればその条文だけ、えー、例えば6本の中ですごいわかるように、まあ、マーキングしておくとか、まあ、そういう形で、まあ、リマインドするっていう習慣をつけておくと、まあ、あのいいかと思います。まあ、正直このの担当っていうものは あの、あれなんですね。もう力技みたいなものがどうしてもあって、結局この、えー、ドカンっていう問題集があったら、この問題集を、えー、すべて、えー、理由を含めて端的に全部答えられるようにしてくださいと。そうすれば、もう令和5年で同じような問題が出たら、それ解けますよっていう、そういう、まあ、ある程度ね、作業みたいなところになりますので、まあ、できれば、まあ、工業法の、あの、効率化のために使ってもらえればっていうことですね。なんか目から鱗みたいなものがあるかどうかはわかんないけれども、えー、少なくとも多分自分でやって、まあ、リスクがあるっていうところを、えー、ここで解消するっていうイメージでやっていけといい と思いますでは、それでは、えー、今日のところですけれども、今日は、あの、便宜上ね、第20問からにします。第1問から第19問については、えー、ちょっとまあ、その場で特に当たっては知りませんみたいなものが結構多くなっちゃうような問題なので、えー、おそらく今まで見たことがある、えー、虚偽表示とかね、意思表示のところからちょっと見ていきます。じゃあ、早速ですけれども、今日のとこで問題一個一個,個やっていきます。えー、今日は、あの、初回ですから、まあ、事前に解いている前提ではないので、一緒に読みながら、あ、こんなのあったなっていうのを確認していきましょう。で、で、特にこれ2冊用意しているのは理由があって、 あの、どちらかは、あの、例えば、白い状態になるようになってますね。あの、回答がついているバージョンと、回答がついてないバージョンがありますので、例えば、え、講義とか予習の段階では、え、どちらかを使って、で、それでまあ、あの、書き込んじゃっても全然いいじゃないですか。 で、それでまあもう一つのバージョンの方は、ま、白な状態であれば、後で確認するときとか、ま、情報集約とかで別に使うって形になりますので、一応私の方の講義では、あの、白いバージョンの方ですかね、あの、解説ついてないバージョンの方のデータの方でやってますけれども、え、ま、一応この辺のところは、あの、適宜ね、あの、どちらかで使っていただければと思います。 じゃあ、早速出していきましょう。えー、で、あとはごめんなさい。一点言い忘れた。で、問題集の中で、正答率いうのがついてるはずなんですよ。問題集の場合では、これ、例えば第20問。えー、正答率70%、80%みたいな形で、えー、正答率が付与されてます。で、一応、一つの目安としては、まあ、正答率70%、80%を超えてくる問題っていうのは、もう絶対に外してはいけない問題。 え、だと思ってください。えー、なので、まあ、例えばですけれども、正当率が高い問題とかで、まあ、ちょっと間違えたという場合には、ちょっと要注意だぞという形で意識はしてほしいんですが、ただ、その一方で、正当率が高い、低いっていうのを、あまり過剰に信頼しない方がいいです。この、特に予備試験とか司法試験っていうのは、どういう傾向があるかっていうと、1回目に出題された時と2回目で出題された時の正当率がものすごい幅があるんですよ。例えば、ある条文知識について、過去に予備試験とか司法試験で問われてなかったものがポンと出ました。 で、その時はまだ過去問対策として皆さんやってない問題だから、それ自体の正答率っていうのは、えー、例えば30%前後にどまってる。けれども、それが例えば3年4年経ってもう一回リバイブの形で出た場合、過去問対策してる人はできるようになってるんで、次の正答率が7割とか8割になったりするんですよ。で、そうすると、まあ正答率が高い問題っていうのは一応一つの目安ね、さっき言った70%、80%取れてるってことはできなきゃいけない問題だって一つの目安になるけれども、ただ、過去に出題されてるものがもう一回出てるから高くなってるケースがあるし、 あとは、極端に低いものがあったとしても、それは、え、まだ出題履歴がないから、え、まだそんな高くなかったっていうこともあり得るので、あの、特にやっちゃうと危険なのは、出題の例えばねえーの、え、30%以下の問題はやらないとか、そういう勉強は結構担当は危ないです。あの、正当率低い問題だから、これはいいやっていうふうにやると、あの、次出たら文句言えないんですよね。で、現に傾向として、結構えぐい足だなっていうものでも、ちょっと形を変えて出てますんで、あの、どんな問題でも最終的には、 あの、全部のことをやらなきゃいけないとは思っていただければと思います。じゃあ、それでは、えー、早速ですけれども、ちょっと一緒に見ていきましょう。えっ、ー、と、問題としては、えー、まず、民事系で今日は20問からですが、まあ、大体今日最後まで行くっていうよりは少しずつ進めていく感じになりますが、えー、まず、えー、この20問の虚偽表示の問題からになりますけれども、<laughs> えっと、まあ、民事系の問題は基本的にはこれからあの5足問題ってことになりますので、えー、回答を出すにあたっては全部の5足が分かる必要はないことが多いです。えー、まあ、要するに2つ正しいの答えなさいってことになりますから、えー、最、最短で2つ分かれば答え出ますし、まあ、まあ、普通の場合だったら3つぐらい分かっていれば大体回答は絞り切れるってことが多くなりますが、ただ、あの解説の中では全部やりますからね。 え、解説全部やりますけれども、まあ、あの、問題の中では、その重要な足でこれが切れればいくつか取れるっていうのもあるので、あの、一応全部できる必要はね、必ずしもないですけれども、ただ知識面として全部やります、ということになります。で、あとはま、合ってるもの間違ってるものってことなので、正しいもの間違ってるものを選びなさいってことです。で、今回の20番の問題は、A 所有の土地に関する A から O までの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは1から五までのうちどれか。で、えー、ま、当たり前なんですが、これ間違いないね。ここ間違えると本当にもったいなすぎるので、えー、正しいもの 間間違違えたもののかっていうのは間違いないうはなですけど、ねでまあ、どうやってもいいんですけど私がよくやってるのはとりあえず正しいものはどれかって言ったらここに丸つけときますあのこれは一つ参考ですけどねで間違ってるものはどれかって言ったらここの問題で、ね、誤ってるものはどれかだからこれバツがつけとけばとりあえずそうしたらなんかこうああいう上でさ視覚的に間違えないでしょなので一応合ってるものか間違ってるかものかってところについてはあの、まあ、確認しておいてくださいあの意外とねもう受験経験ある方は分かるかもしれないけどこれ結構やっちゃうミスなんで その正しいもの間違っているものはなのでもう絶対間違えのに視覚的にあの正しいものかどうかってことが分かるようにしておいた方がいいかなというところです。 じゃあ、それでは、早速、あから見ましょう。一緒に、まあ、担当の今日は1回目になりますので。次回から本格的に進めていきます。じゃあ、それでは、行きましょう。まず、A は、B から B の取引上の信用のために、え、高土地の所有権を仮想上とするよう依頼を受け、B への所有権移転登記を了した。この場合において、B から高土地を譲り受けた C が、仮想上とについて善意のときは、登記を備えていなくても A に対して、え、高土地の所有権を主張することができるというのが1問目。そまあ端的に図だけ書いておくと、 まあ結局 A から B に対してまあ仮想譲渡が,が行われていると。まあ94条1項の通防協議表示が行われていて、で、その後登記を受けて、で、そして C が、え、まあ実際このように、B から登記、あ、公土地を譲り受けた C が、公土地を譲り受けた C が仮想譲渡について善意であったと。まあいうことですから、 ま、聞かれていることは、結局これって通報協議表示ですから、この C が94条2項の第三者に当たりますよね。九94条2項の全員の第三者に当たりますから、ま、聞かれていることは、ま、全員であれば足りますよね。九94条2項で保護されるためには全員で足りることと、あとは、登記当期を備えていなくても、ってとこですね。当期を備えていなくても A に対して所有権取得できるってことです。ま、これは、あの、当期不要ですよね。なぜならば、A と C の関係っていうのはこれ対抗関係ではないですよね。 94条2項が適用される場合は、A から C への直接の権利取得になります。ですよね。A から C に対して直接権利が移転することになりますから、A と C の関係は全種公主の関係ですよね。ということになりますので、東京を備えてなくても OK ということになります。ということです。で、まあ一応そんな感じで進めていけばいいかなですからこの問題の所在としては、まあ AC っていうのが全種公主の関係だと。まあいう感じで書いていくといいと思います。 で、あとは回答するときは一回目だからね、あの、問題解きながら行きますけれども、あの、バッと見たときに、要はこういうことっていうのが言えるのがポイントです。だからこの問題だったら聞かれてることは結局94条2項の第三者登記備えなくてもいいよねっていうこと。で、それはなぜならば、権利者との関係では全種公使だからっていうことがまあ言えてれば、要するに過去問としてはちゃんと抑えられてるってことになります。だからまあ、丸か罰かだけじゃなくて、端的な理由も言えるっていう。 そこは必要なのかなと。じゃあ、E 行きましょう。はい。A は B から B の取引上の信用のために、公土地の所有権を仮想上とするよう依頼を受け、B への所有権移転登記を了した。この場合において、B の死亡により、その単独相続人として所有権移転登記を了した C は、仮想上途について全員の時には所有権を主張することができるという問題。これもまあ、さっと行きましょう。まあ、A から B に、通報虚偽表示がなされていてで、そして B 名義の登記がある。 で、その後、B の死亡によって、えー、単独相続人として所有権移転投機を利用した C がいると。もうキーワードはもういいですね。単独相続人ってことですよね。もう絶対に引っかかっちゃいかないやつです。相続は包括証券人ですからね。えー、ですから、えー、包括証券人っていうのは当事者と同士できますから、えー、これは94条2項の第三者に当たる余地はありませんよね。えー、ですから、えー、この意は罰ということになります。まあ、言ってみればこれ、包括証券人ですから、 包括証券人ということになりますから、当事者と同志されますので、この、そもそも94条2項の第三者というのは当然当事者と包括証券には除かれます。当事者及び包括証券人以外のものってことになりますから、包括証券人だからこの人が第三者になる余地は、ないよねと。ま、いうことで、まあ、言わばつというようになります。じゃあ次のういきましょう。う、え、D は建物所有を目的として、A から公土地を沈着し、 え、まずは、ここまでは大丈夫ですかね。えー、まあ、D は、まあ、ちなみにこれ問題文として、まあ、一応意識してほしいのは、建物所有目的って言葉をわざわざ書いてるということは、借地借家法が意識されている、えー、足ということになります。そうすると、まあ、D が建物所有目的で A から土地借りて建物を建てているってことは、えー、これ、あの、借地権の対抗要件ついてるね。 え、借地借家10条の借地権の対抗要件がついてます。え、土地借りて土地上に建物の登記持ってますからね。で、A は、B から、B の取引上の信用のために、公土地の所有権を仮想譲渡するように依頼を受け、B への所有権移転登記を了した。まずここまではいいですかね。で、この場合において、B から公土地を仮想譲渡であることについて全員で譲り受けて登記を備えた C は、 仮想譲渡であることを D が知っているときは、賃借権を否定することができるという問題。でまずこれ、条件を確認しましょう。まず A の土地については、D が賃借しています。えー、と、ごめんなさい。D は賃借していますで。しかもこれは借地借家法の10条1項の対抗要件を持っていますね。いいですね 高土地上に落ち建物を建築して D 名義で落ち建物の所有権移転統計を了してますから一応借地権の対抗要件を持っている状態で借りているわけですよねでその状況で A と B が仮想上としてこうですね仮想上としてで C に売っ払っちゃったっていう問題ですよねですここまでで実際現在はここに所有権統計がこうあると。 書類検討期がこう備えられているとで、そうするとこの権利関係をパッと見ておくと。えっ、ー、と c と d の関係を見ていけばいいわけですよね。この問題ではそうすると、まず権利関係としては一番最初の段階で a が d に対して土地を貸しているわけですよね。で、土地を貸していて着地着、火法10条の対抗要件が備えられているとまあ、いうことになります。で、そのような状況下で、a が a から bb から c という形でまあ ab の通謀虚偽表示 c が、え。ー ま、売却で受けて東京を備えた。で、今回は、えっ、ー、と、これですよね。えっ、ー、と、C は全員で譲り受けてます。C は全員で譲り受けてるってことになりますから、そうすると C っていうのは94条2項の、まあ、第三者足り得るわけですよね。えー、94条2項の第三者足り得る。そうすると、94条2項の第三者に当たるならば、A から C への直接の所有権取得が認められる。ことになりますよね。ここまでいいかな。 え、つまり AB 間に通報共有表示がなされていて、まあ、C に売却して、まあ、C が当機備えているわけ、ですよね。ということは94条2項によって A から C に対して、え、所有権の直接の移転というものが94条2項で認められる。けれども一方で A は D に対して、え、賃借してます。ということはこれ見る限り A を起点として、え、ま、C への売却と D への賃貸というのが対抗関係になってますよね。 ということは、94条二項の第三者に該当する場合は、言ってみれば、権利者からの直接の権利移転がありますから、そうすると結局 A が D に賃借している一方で、A から C への直接の所有権の移転があったと見ることができるので、そうすると結局この、えっと、D の賃借権と C の所有権が対抗関係に立っているってことに気づけばいいです。そしたらあとは、どっちが先ですかって言ったら、この借地借家法10条の対抗要件も備えてますから、結局 D の 鎮釈権ですね。D の鎮釈権というものは C に対抗できると。まあ逆に言うと、えー、C は結局 D に対しては出てけと言えないわけですよね。えー、ということで回答としては、えー、この否定することができるっていうのが間違いということになります。ということでまあうもばですね、えー。そうするとまあこれ端的にこれバット図を書いたときにまあ見てほしいのが結局は D の鎮釈権と,、えー、と C の所有権っていうのが まあ対抗関係に立ってるよねと。まあいうことを見てあげれば、あとは、先立つ対抗要件があるのは、えー、こっちですよね。マルタイですけど、先立つ対抗要件を持ってる D の方が優先するということを言えばいいということになります。で、特に担当はね、あの、こういう事例型の問題は、次々次々解いていくっていうのが、結構あの、論文でも結構生きてきます。 あの、ま、民法もそうだし、憲法も、刑法もそうかな。え、特に刑法なんかはね、あの、パッと見て、あの、罪名を外さないみたいな練習にもなるので、え、ちょっとどんどんやってみましょう。じゃあ、それでは A ですね。え、A は、B から B への信用上の取引のために、高土地の所有権を仮想上とするよう依頼を受け、え、B への所有権移転登記を了した。ここまでは、今まで通り。で、この場合において、B から高土地を仮想上とであることにつき、善意で譲り受けた C からさらに、え、土地を譲り受けて登記を備えた D。 ということは、はい、これ絶対的構成聞いてるだけだなっていうのがパッと出てくればもうバッチリ。いいですね、えー。絶対的構成ですから、えー、仮想上等について D は悪意であったとしても問題なく所有権取得するよねっていうことになると思います。はい。えー、まあ一応図だけ簡単に絵の図は下にと書いておくけれども、まあ端的に言うと、AB 間で、えっ、ー、と、まあ通防級表示がされてて、で C から D で、 C が善意ですから、94条2項の第三者に当たるんで、ここで権利関係確定しますよね。いわゆる絶対的構成を取ることになりますから、そうすると、このようにえ AB 間で通報虚偽表示がなされて、そしてえー C が善意で譲り受けてますから、善意の第三者として、ここでまあ絶対的構成になりますよね。絶対的構成を取って、あとはまあ普通に承継しとくです。 え、この確定した権利、え、C の権利を、え、D が承継取得することになりますので、D の全役は問わないっていうことになります。ということで、ま、A は丸。で、え、一応だから、ま、ここはま、端的に承継取得と。え、承継取得することになりますということですね。 では、最後、お、行きましょう。で、おたはしは若干難問でした。え、D は、建物所有を目的として A から高土地を賃着し、え、高土地上に落つ建物を建築して、え、D 名義で落つ建物の所有権保存登記を有している。ということは、え、まあ、D はさっきと同じで、えっ、ー、と、土地の賃着人ですね。で、その後、え、土地の賃着人で、D は、え、B から、え、B の信用上取引のために、落つ建物、つまり D の建物を仮想上とするよう依頼を受け、 え、B への所有権移転登記を了した。えー、ということです。で、この場合において、仮想上等であることを知らなかった A は、B に対して、賃借権の承諾を、あ、上等を承諾し、地代の支払いを求めることができるか、という問題。で、これは、あの、端的に言うとですね、まあ、あ A が、いわゆる地主さんなわけですよね。で、A が地主さんで D が、もともと賃借人だったわけですよ、土地の。で、その土地上の建物を買ったわけです、B、あの、通防虚偽表示で、ね。 えー、通報虚偽表示っていう形で、この、落つ建物、えー、土地上の建物の所有権を、えー、仮想で B に移した、という状態になってます。で、この時に A が、その、地主である A が B に対して賃料請求できるかって問題です。そうすると、これは、どういう問題として位置づけられるかっていうと、この通報虚偽表示の当事者は B と D だよね。えー、B と D が建物について、えー、仮想上としてるわけですよ。で、仮想上としている、えー、わけです。で、 で、A が、そうすると、地主さんである A が、この、第三者に当たるかって問題です。でもし、地主が A が第三者に当たるならば、全員の第三者として、えー、まあ、言ってみれば、信じた通りの権利取得することになりますから、そうすると、まあ、言ってみれば B に対して、えー、実際、仮想のね、えー、仮想のね、建物の所有者になっているものに対して、賃料の求できるって話になっています。で、ただこれで、ね、できないっていうのが結論なんですが、あの、まあ、この問題全体を見たときに、94条2項論聞いてるでしょ。 この時にまず A が第三者に当たる可能性はまずないなっていうのは体感的に出てほしい。なぜかっていうと新たな独立した法律の利害関係人でしょう。この A っていうのはどうやっても最初からいますよね。つまりこの A っていうのが94条2項の第三者に当たることはまずないんですよ。なぜなら元々地主さんですからね。ということはそこの えー、土地上の建物の、要するに敷地の所有者ってことになりますから、特段なんか、新たな独立した利害関係は全く持ってないでしょ。もともといる人じゃないですか。ですから、そこの部分を理由で切っちゃえば、もう端的に答えられる。 新たな利害関係はないよということになります。ちょっと、尾だけはちょっと気づきにくい問題だったかもしれませんけれども、要するに BD 間の通報虚偽表示というものを、まあ A が、例えばですね、BD 間の通報虚偽表示を A が信じていたとして、その信じた通り地代請求できるかって話じゃ。そうすると、まあ端的に言うと、A が94条2項の第三者に当たるかって問題なんだけど、まあ当たらんよねっていうことを言えばいいということになります。まあ一応こういう感じで回答を出していくと、正しいものは、後へというふうに出していくことになります。まあ少しあの、 今日の問題の目標っていうのは、たい初めて担当解かれたりとか、しばらくぶりに担当解かれる方は、どのぐらいの難易度の相場感かってやっぱり見ておいてほしいんですよね。なんでちょっとまあやって、できないことはねえなっていう感じでね、えー、言っていただければと思います。じゃあそれでは、第21問です。えー、通報距離表示に関する問題2問ありますので、ちょっと一緒に行きましょう。えー、高都市の所有する A と B が通報して、 高土地を B に仮想上とし A から B への所有権移転登記がされた後 B の債権者が高土地を差し押さえた場合において、はい、この時点でもう確定しましょう差し押さえた債権者は94条2項の第三者に当たります単なる一般債権者ではないからねもう差し押さえたってことは差し押さえた時点で新たな独立した法律上の利害関係を持ってますからそうするとこの,この差し押さえたってのが肝です債権者が ということは、この再権者っていうのは94条2項の第三者に当たり得ます。ということは、はい。その差し押さえの時に C が仮想上ったということで善意であった場合には、まあ善意の第三者に当たるから、A は C に対して、D、B への譲渡が無効であることを主張することができない。ということで、これはもう端的に丸ということになりますね。もう94条2項の第三者に当たるということを聞いています。では、なんか長い事例とか大体そうです。要は聞いてることはこれだよ、みたいなね。 ところあってこれはまあ差し押さえ再建者は第三者だよとといいうことを聞いてるじゃあい、いきましょう。はい。高土地を所有する A と B が通報して、高土地を仮想譲渡した後に、C が B との間で、高土地について C を予約,権予約者とする売買予約を締結した場合、仮想譲渡について C が予約成立の時に善意であっても、予約完結権行使の時に悪意であれば、これは C は A に対して主張することが所有権できないと。ということは聞いてることは何かっていうと、これ善意の基準値はどこかです。 つまり、本来だったら、94条2項の第3条の善意っていうのは、利害関係に入った時です。ですよね。通常、買い受けだったら買い受けた時といったように、利害関係に入った時に、それに認められることになるけれども、じゃあ今回どうかっていうと、問題は予約完結権なんですよね。なので、売買の予約があった時に、要は予約成立の時なのか、予約完結権行使の時なのかです。どっちが基準値ですかっていう問題です。 で、これはもう判例があるんで、もうわ、わ、わかんなかったらもうそれでパンテて,てやっちゃいましょう。あの、利害関係が具体化するのは完結権行使の時なんです。えー、予約をした時点ではあくまでも予約完結権はまだ行使されてないので、えー、この全役位の判断基準っていうのはどこで取っていくのかっていうと、まあ、基本的には、その利害関係についてですね、 え、予約権、予約完結権を行使した時点というふうに、え、考えていけばいいかなというところになります。まあ、これはもう知ってるか知らないかです。この予約完結権行使時っていうのが、これが、え、意の判断時期です。 で特になるべくあの、ごめんなさい、あと言い忘れたところで、これから復習するときに、いろいろ言うけれども、復習するとき、なるべく自分で簡単に言って丸つける癖つけとくといい、これはあの、担当ってね、苦手にする方って大体、類型化されてて、ちょっと変えられるとできないっていう系ですね、えーまあ、同じ問題ならできるんだけどっていうのは、大体、もうなんか、スルスルスルって丸つけちゃって、一回、一呼吸置いて、端的に理由言う癖つけとくといいよ。 だから、例えばこれだったら、要はこういうことっていうんだったら、要は94条2項の全員の第三者の判断基準の、要するにこれってあれでしょ、利害関係に入った時の問題で、結局予約関係、予約、予約の場合は完結権行使の時が基準時だっていうふうに言って、丸ってやるように、それだけでいいんですよね。あの、そうしないとなんか、あれなのは、これが逆の問題から出た時に、どっちだったっけって気持ち悪いことが起こるんですよ。そんな問題あったねって。 で、どっちだったっけってなるときに、そこワンクッション置いてる人は強いんですよ。予約完結権の時って言いながら丸つけていく人だったら、それは多分引っかからないんだけど、あの、とりあえずこういう予約成立云々の問題があって、とれとれ丸だったな、ってね、えー、丸って覚えとくと、えー、出たときにどっちなのって本当になるので、そこはあの、端的に言葉で言っていのはやっとくといいです。だから結構気持ち悪いけど、私とかは、あの、結構担当対策の勉強で結構喋ってました。 だから、あの、て、て、まあ、しゃ喋っちゃいけない時はあるからね。その時は喋れないけど、あの、こういう問題できたらずっとなんかブツブツぶつぶつ言ってね。あの、とりあえず理由付けが合ってるかっていうことはちゃんとチェックしておくと、まあ、間違えるときことは減っていくるが、っていうところですね。じゃあ、それではちょっと、うーい行きましょう。えー、高土地を所有する A が B と通報して、えー、高土地に B のための定当権設定登記を、徹底を仮装した。ということですね。で、その定当権設定登記が仮装であることで、全位の C が B から典定登記の設定を受け、 その胸の投機がされた場合、ま、点々投権なんて書いてあるけど、結局これ低投権をさらに、ま、低投出すのはもんです。点々投っていうのは。ということは思いっきり利害関係ありますからね。ということは、要するにこれ、要するに、点々上投と同じですやってることは。点々上投と同じで、結局は、あれでしょ ?A が B に低投権つけて、 仮想のね、通報虚偽表示で定当権つけて、で、その虚偽の外観から B が C に定当権つけたっていうだけの話ですから、えー、点々上等と何一つ変わりません。従って C は善意の第三者に当たれば94条2項の適用があるということになります。そうすると、えっ、ー、と、問題としてはですね、えっ、ー、と、A は C に対し、えー、点々等権の設定が無効であることを主張することができない。ということで、これは丸になります。 えっと、一応、ポイントは、全員の C が B から点底統計の設定を受けたっていうところですかね。点底統計の設定を受けたっていうことですから、これで C は、94条2項の第三者に当たるよっていうことが、まあ、えとはいいと思います。で、ちなみに、そうすると、これ、統計がされた場合ってあまり意味ないですよね。 え、少なくとも、え、この94条2項の第三者に当たる場合には、登記なくして、え、現権利者に対して主張できますから、そうすると、この一応その旨の登記がされたってありますけど、登記の有無は問題にならないってことになりますよね。では次に、 えー、高徒地を所有する A が B と通報して、えー、高徒地を B に仮想譲としました。で、A から B への、えー、所有権移転登記がされた。まずここまでですね。で、B が死亡した。はい、もうこれでもう包括証券の問題だってなるんですよ。慣れてくると。すると、えー、B が死亡した時に相続人である C が全員であった時。つまり、もうこの時点で B の相続人である C っていう時点で、あ、失礼しました。えー、B の相続人である C っていうのが出てきた時点で、えー、もうこれで、さようならってことです。 包括,ではないあ包括処刑ですよね。ということになりますから、えー、相続人なんで、えー、包括処刑人として第三者はたらないということは A は C に対して公土地の所有権を主張することはできますわね。えー、できるということになります。まあ、一応なぜならば包括処刑人というぐらいでいいと思います。では次の O です。 え、高土値を所有する A が B と通謀して、高土値を B に仮想譲渡し、A から B への所有権移転登記がされた後に、B が C へと高土値を譲渡さらに C が D に譲渡した。はい、点々譲渡型です。ということは、えー、どうせ、あれでしょって話ですよね。まあ、今回は、C が悪意、D が善意。ということは、これ、転得者も第三者に入るって議論だね。えー、この O の議論については、結局 AB 間で通謀協議表示があって、 通防協議表示があって、まあ、C で D で、えー、悪意善意ってやつですね。ということになりますから、えー、この D は、えー、94条2項の第三者に入りますよね。えー、転得者も第三者に含まれるっていうやつです。そうすると結局 A から D に直接の所有権移転が認められることになります。したがって A は D に対してコ、えート所有権を主張することはできません。まあ、少なくともこういう、こういう感じですね。まあこれ書かなくていいかな。 え少なくとも A から A、B、C、D で点々されていて、D。まあ、言ってまで一般的には点読者も第三者ってやつです。点、え、読、ー、者も94条2項の第三者に入るよっていう話がまあ見えてればいいということになります。ということで、だいたい21番の問題以上ということになります。 で、できればですね、今日のところで、作語論というのがね、22,3,4ってありますが、どんどん問題進めていきましょう。特に条文なんかが聞かれるものもありますので、いきます。はい。じゃあ、それでは、22番の問題、平成24年の司法試験です。え、意思表示の相手方が表依者の作語を認識していた場合には、 えー、憑依者において、錯誤に陥ったことが重過失があったときでも、憑依者は錯誤による取り消しを主張することができるというのが1問目です。えー、これはあの問題の確認をしておきましょう。結論としては、まずこれはるですわね、えー。結論としては○です,、ねえー丸ですあの。少なくともこれ、錯誤の前提確認しとこうね。錯誤は取り消しの対象ですよね。まずね。で、いいかな。で、 ちょっとまあ条文確認しておくと、まあこれ条文でてのは95条で、えー、作語は取り消しの対象になっていて、で、あとはその作語の基本的な考え方、まあ原則例外、例外の例外ってやつね。もう一回書いてう。原則は取り消し対象です。ですが、えー、確認ですね。えー、3項で、表意者重過失は取り消しできないよね。表意者重過失は取り消しできないけれども、例外の例外。表意者重過失は取り消しできないけれども、相手方が、 作語について悪意の場合と共通作語に陥っている場合は例外の例外で取り消せるっていう、えー、立て付けですよね、えー。原則は取り消し OK。例外は表示者重過質ありの時には、えー、重過質ありの時には取り消せない。で、例外の例外でそういう場合でも相手方悪意または、えー、共通作語の場合には取り消せるっていう形になりますから、そうと問題としては、えー、まず作語に陥ったことに重過質があった時っていうのは、これはあれですよね。95条3項の例外に当たる時でも、えー、この 表依者の錯誤を認識していたわけでしょ相手方悪意ってことになりますから、そうと例外の例外で取り消し OK ってことになります。95条えー、ごめんなさい、十五条の3項1号ですね。まあ、ここはあの、苦手にする方もいると思うんで、原則例外、例外と例外ちゃんと言えるようにしておけばいいよね。では次に2番。 え、これ、没足って書いてるんで、これ飛ばします。え、これはもう改正前の問題。で、次に、え、裁判上の和解は裁判所の関与のもとでされるものであるから、え、これについて、錯誤による取り消しを主張することができない。え、これはまず罰で、え、しっかり有名な、あの、ジャムの判例ですよね。えー、言ってみれば、その、和解の錯誤取り消しってどういう時に認められるかっていうと、え、前提事実として表わなく、表わなかったことについての錯誤がある場合ですよね。えー、もともと、その、 え、和解の時に前提事実となっていて、当事者に争いのなかった事実について錯誤があった場合には、例外的に取り消すことができました。まあ原則は和解は確定校あるからね。え、原則は和解については確定校があるから、原則は錯誤取り消しの対象にはならないんだけれども、その前提事実で争わなかったものがキーワードです。え、前提事実で争わなかったものについては、 え、作語取り消しができるってやつです。あの、禁金,金たらジャムってやつですね。そのジャムで大仏弁済するっていう和解があったんだけど、ジャムが総額金だったみたいな時に、それで作語取り消しができますよって判例ですね。で、次に、4番、えー、表意者について債権あ、これ4番もぼ足です。ごめんなさい。 で、5番。えー、法律行為の基礎とした事情について、表意者の認識に錯誤があった場合。まあ、いわゆる動機の錯誤だよね。えー、この基礎事情についての錯誤ですから、いわゆる動機の錯誤です。ということは、その、えー、事情が法律行為の基礎とされていることとされ、が表示されていれば足り、それが法律行為の内容と、えー、なっている必要はない。ということですけれども、はい。えっ、ー、と、こちらはですね、一応法律行為の内容になっていることは求められています。要するに、意思表示の、まあ、言ってみれば、 その基礎となっていることが表示されていることに加えて、その、法律行為の内容とされたものと認められることが必要とされています。ですので、一応これは、まあ、ツということになります。ただ、あの、復習するにあたってちょっと触れておくと、この5の足については、ちょっとまあ、改正前の足にすごい近いので、改正前の判例の足なんで、復習するときはすごい軽めにやっちゃっていいです。えっと、問題としては、まあ、1番、3番しっかり回答できればいいかなというところです。まあ、5はまあ、ちょっと余裕があったら、ぐらいな感じ。じゃあ次、23番。 はい、えー、昨の問題です。はい、えー、昨が法律行為の目的及び取引上の社会通念として重要なものであり、その錯誤により意思表示をした場合であっても、取り消し、あ、意思表示の時から20年が経過すれば、取り消しを主張することができない。というのが、えこの23番の1問目です。で、まずこれは条文をしっかり拾ってください。えっと、126条。えっと、これはね、取り消し権の時効です。え取り消し権の時効については条文知識確認しておきましょう。えっとね、 追認できるときから5年、行為から20年です。ここは、あの、しっかりね、原則として再建の消滅事項は主観5年、客観10年みたいなね、ありますけれども、取り消し権の時効ですから、追認 OK から5年、行為から20年です。まあ、大体これ主観、客観って押さえときです。主観5年、客観20年なんですが、えっと、一応取り消し権の場合には、この主観っていうのが追認できるときからに変わります。 え、この追認できる時からに変わりますから、追認できる時から5年、行為の時から20年ということになりますから、そうするとこの意思表示の時から20年は、失礼しました。え、意思表示の時から20年は、まあ問題なく、OK ということになります。では次の意、e、は没足。まあ、覚悟は没足が多いですね。じゃあ、う、 はい。A が売り主、B を買い主とし、売買契約に基づく、商品の建て替え代金を C が建て替え払いするための契約が BC 間で締結され、B の C に対する建て替え金償還債務を D が連帯保証した場合において、D が CD 間の連帯保証契約締結当時、実際には AB 間の売買契約が存在しないことを知らなかったときは、 D は CD 間の連帯保証契約について錯誤取り消しを主張することができる。ということで、これ比較的よく出る判例で、あの、いわゆるね、保証契約なんですよね、これ D はね。で、D が保証契約をしているときに、いわゆるこれあれですよ。ま、D が連帯保証をしたときに、この、実際に AB 間の売買契約が存在しないっていうことを知らなかったと、ま、いうことですけれども、主債務があるかどうかっていうことは、やっぱりめちゃくちゃ重要なんですよ。 えー、保証契約の重要な内容になっているとしています。えー、従って、えー、これね、保証人の錯誤取り消しを認めているっていうのが判例です。まあ、これはちょっと不安な方はですね、回答例見ておいていただき、回答例って解説で端的に見ておくといいかなと思いますけれども、あの、一応ね、これ、保証、保証契約については、主債務の内容っていうのは、やっぱり重要なものなんですよ。 えー、これは95条でいうとこの、錯誤でいうところの、えー、法律上、法律行為の目的、取引上、社会通念ってらして重要なものじゃないけ錯誤取引できないでしょ。で、一般的にはこれ、あれなんですよ。あの、問題文ちょっと不親切なんだけれども、あの、当然にこれは表示されてますから、動機の錯誤として。いいですね。例えば、主債務があるから、保証債務を結ぶわけですから。 いいですね当然保証契約を結ぶってことは主債務があるということは当然それを前提に契約を結ぶので目次的な表示はありますこれは大丈夫ですかねその主債務の内容っていうか主債務の存在にしましょうかごめんなさい,ごめんなさい書いてあげて主債務の存在っていうのはえー、95条2項の、えー、ごめんなさいえー、っと、えー、どう書こうかなえー、っと法律行為の目的 やっております。え、いわゆる95条1個柱書きだよね。え、少なくとも作語取り消しっていうのは、えー、まあ、法律行為の目的及び取引上の社会通念ってらして重要なものじゃなくて取り消すことできませんから、そうすると保証契約にとっては、この主債務が存在することですね。主債務の存在することっていうのは、法律行為の目的と取引上の社会通念ってらして重要なものになります。従って取り消しの対象になります。で、あとは今回ちょっと細かいけれども、え、一応動機の作語的な感じなんですよ。 その基礎事情が認識に反する錯誤っていう類型になりますけれども、これは目次的な表示はあると考えていいです。少なくとも保証契約を結んでいる時点で、主債務があるってことは当然前提になってます。ですから、その、まあ95条1項2号の取り消しですよね。で、まあ今回の場合には、まあ目次的な主債務の存在。 まあ、目次の存在も、まあ、目次の表示も認めていいのかなっていうところになりますので、えー、一応2つ聞いてますだから、この95条1項2号取り消し、まあ、いわゆる同期の錯誤ってかつて言われたやつです、えー。かつては同期の錯誤って言われたものを取り消しができるかについては、まずはそもそも目次の表示があったかどうかについては、まあえー、こういう、そもそも連帯保証を結んでいる時点で主催もあることっていうのは前提として表示してるものです。目次的に言ってると考えていい。で、あとは、えー、これが柱書きになるか。この 法律行為の目的、取引所の社会通念って重要な事項かについては、主債務があるかないかってことは重要な事項とされます。で、ちょっと細かい話ですが、この後やるんだけどね、保証でよく出るのが、他に保証人がいるかっていうことについては、あの、次の問題出てくるんですよね。<laughs> 他にも保証人がいるっていうふうに、債務者の説明を信じて、連帯保証人になりました。で、そしたら、えー、その人が、えー、特にその旨が、 え、契約、保証契約の内容とされていたとしても、えー、連帯保証契約について作語取消しを主張することができない。えー、というのがこの問題としてありますが、結論からするとこういう場合も作語取消し判例認めてます。つまり、この他にも保証人がいるっていうことが、まあ、言ってみれば、やっぱり取引上の社会通念っていらして重要なんですよね。えー、ですから大体の場合、この保証関係でいわゆる動機の作語っていうのが問題になるときに、判例上認めてるって、とか,か、かつ担当出てるのはこの二つなんですよ。 えー、さっき触れた通り、主債務があるかないかっていう点。他に保証人がいるかどうかっていう点。えー、この二つについては判例上認めてます。えー、従って、えー、今回取り消し訴訟ができる。まあ、一応これも95条1項2号に該当しますと。いうことですね。やっぱりこれも重要な事項でしょ他に保証人がいるかないかってことについては重要な事項だというふうに考えられてる。で、そして、お。 はい。A の所有する高土地の売買契約が、B を買い主、C を買い、B を売り主、失礼しました。C を買い主として成立した。で、C は、BC 間の売買契約締結当時、B が高土地、B の所有するものだけど売買しない旨の意思表示をしたとしても、思いっきりこれ、あれですわね。表示してますよね。で、特に今回ごめんなさい。えっ、ー、と、絵の足も、さりげにここ重要ですよね。 え、その旨が表示され、え、連帯保証契約の内容とされていたっていうことがやっぱ意味ありますよね。え、実際それが動機であって、取引所の社会通念上重要な動機で、かつそれが表示されてるってこと。で、こっちも同じです。こっちも結局、あの、誰が所有かってことは重要な事項だよ。だってそうでしょだって売買するときに、それが他人物か、他人物売買かそうじゃないかってことは、もう契約物部だってめちゃくちゃ重要な事項になります。従って、え、これも表示していたっていう場合でしょ ということは、これもやっぱり、まあ、95条2項になってますよね。その、95条2項の、いわゆる表示というのがここで認められますから、ということは、95条1項2項の取り消しは認められると、まあ、いうことになります。えっ、ー、と、一応、端的に、あの、説明をしていくとですね、これ取り消しできるってことになりますが、そうすると、はい。 えっと、おについては、ま、端的に説明をすると結局、売買契約において、他人物売買かどうかっていうことについては、やっぱり取引所の社会通念といわれて重要な事項だから、えー、それはいわゆる動機の錯誤と呼ばれる、えー、かつての動機の錯誤と呼ばれるような、えー、基礎とした事情に関する錯誤に当たりうると。で、あとはそれが表示されてるんだから、えー、取り消してるよねっていう流れを見せればいいということになります。では、どんどん行きましょう。次24番。えー、今度は、 えー、策語を理由とする意思表示。で、これはもう改正後の問題ですからね。えー、しっかり使いたい。で、しかも予備で出てます。えー、策語を理由とする意思表示の取り消しの可否は、重要性は、表示者を基準として喫せられる。えっ、ー、と、これ間違えた人は本当に要注意。えー、取引上の社会通念だよね。九、えー、95条1項1、1項柱書き、法律行為の内容及び取引上の社会通念で決まりますから、表、え、示、ー、者の主観にはよりません。では2番。えー、A の B に対する意思表示が、A の策語を理由として取り消すことができる場合、B も取り消すことができる。 えー、そんなことあるの取り消しができるのは、えー、法定されてますからね120条、えー、取り消しができる人っていうのはもうね法定されていますから1 2十条2項、えー、担当だからちゃんとやります、えー、本人代理人証券人です本人代理人または証券人ですから取り消し権者は120条の2項で、えー、法定されてますで限定されて でただ論文対策で言っておきますね。原則として作語取り消しできるのは、え当事者え、それから代理人、えそれからえ証券人ですけれども、例外は、表依者自身が作語を認めていて、債券保全の必要があるときには、債権代券使うことはできるからね。 これは、あの、予備試験の論文でも出題されているもので、あの、いわゆる錯誤取消しの主張権者は原則としては、この100人以上で法定されている人だけれども、その表位者自身が錯誤の存在を認めていて、かつ債権者にとって債権保全の必要があるときには、その錯誤取消し権を債権者が代行しすることっていうのは、債権保全の必要の認めるっていうのが判例だったからね。そこはまた出てきたら確認しましょう。ま、今回はその、その辺聞いてないですね。はい、じゃあ、う、はい、負担のない贈与について、え、贈与者である A の錯誤を理由とする取消しがされたが、 え、受贈者である B がすでに贈与契約に基づいて給付を受けていたという場合。まずここまでいいですかね。で、そうするとここで、えっと、もう条文見たときにさっと引いてほしいのが121条の2です。で、おそらく121条の2っていうのは今までも論文では出てきたことあるやつですよね。え、あの、現状回復請求です。取り消したときの。で、今回ポイントになるのは121条の2の2項なんですよ。無効な、今までってこういう作語取り消しという大体さ、あれでしょ売買とかでしょだけど、これ贈与なんですよ。 負担なき贈与なんですよ。そうすると、121条の2に規定されている通り、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた場合には、そのことが善意だった場合ね、無効であることを知らなかったら、現存利益でしか返さなくていいんです。で、この規定はぜひ今日押さえて,てください。あの、この取り消しに関する条文は121条の2っていうのは改正民法ができてから新設された条文なので、えー、特に、ま、改正後の条文は要注意で、原則としては現状回復は121条の2です。 とりあえず、取り消したら返せってやつなんです。ただし、無償行為を取り消した場合はって話。無償行為を取り消した場合は、相手が知らなかったら、現存利益しか返せって言えないんです。で、特にこれセットでやってほしいのが3項。3項は、これね、意思能力を、あの、意思能力を理由とする取り消しも現存利益です。これ制限行為能力もそう。つまり、これはちょっと関連事項だからちょっと触れとくと、121条の2の、 二項三項って要注意で、無償行為。あ、わかってた。つまり、贈与ですわ。だから、例えば簡単に言うとね、ただであげたものを作語取引消しで返せっていう時ですよ。ただであげたものを作語取引消しで返せっていう時に、受け取った側は使っちゃってんじゃんっていう。知らずに。そしたらそれは返せって言えないよなっていうね。そういう話です。 で、そうすると、まあ、無償な、無効な無償行為って、かつ、相手方全員のとき。で、三項は、一無能力と、制限行為能力。このときは、現状回復のは、現存利益になります。 これはぜひあの知識として持ってください。えっ、ー、と、現状回復は。ということは使ってたら返す必要ないってことですね。使っちゃってたら返す必要ないっていうことになります。いいですかね。 で、ちなみにごめんなさい。3項ちょっと言葉変えるわ。3項はもうちょっとちゃんと説明した方がいいかな。この要するに、意思無能力制限行為能力者が、ごめんなさい。さっきの言い間違いなんで、者が変換する場合です。ごめんなさい。これはちょっと私の言い間違い。えー、この意思無能力制限行為能力の人が変換する場合です。ごめんなさい。私の方が。意思無能力者、制限行為能力者。 正解とこうだね。給付を受けた場合。の、いう話です。すみませんでした。えー、ということになります。で、今回の問題は、えー、と、うの足ですから、負担なき贈与である A の錯誤を理由で取り消しがなされた。で、受贈者である B がすでに給付を受けていた場合、これ、む、知らなかったと。B が、給付を受けたときに贈与契約を取り消すことができることを知らなかったときは、ということですから、今回、負担なき贈与ですから、えー、まず、 えー、無効な無償行為になっていて、で、かつ、えー、無効な無償行為で、えー、相手方善意ですよね、今回ね。えー、相手方が善意ということになりますから、この人に全部返せっていうことで、やっぱ酷なんですよね。なので、えー、現存利益になるよっていうことで、結論はこれで、うわ、まるということになります。で、特にあの、これは民法だけじゃなくて、会社法とかでもよく言う、言う私がこれから言う話ではあるんだけど、あの、条文の知識聞いてるとき、とりあえず何らかの理由つけちゃった方がいい。 あの、もう本当に端的な理由でもいいです。で、極端な話は、まあ、いいか悪いかは別として、正確性が担保されてなくてもいいですよ。もう自分の中で納得できる理由をとりあえず作っちゃった方がいいです。だから例えばこの2と3ってどういうことかって言ったら、要は原則としてはね、取り消したら返せっていうわけですよ。取り消したら返せっていうでしょ。要はこれね、2番は端的に言うと、ただで知らずにもらった人ですよ。ただで知らずにもらった人。で、3項は、要するに受け取った人が、意思無能力制限行為能力者。 その人が受け取ったとき、そいつらに返せっていうのっておかしくね酷じゃないって話ですよ。つまり本来だったら、えー、取り消した場合には現状回復で121条の2の1個で返せってなるんだけれども、ただ、この無償な無効行為で相手方が善意ってことは、ただでし、要するに無効であることを知らずにただで受け取った人とか、その受け取った人が、意思無能力、軽減行為能力者だったら、その人に全部返せっていうふうに言うこと自体がおかしいじゃんっていう。 だからそれはもう現存利益でとどまるんだよっていうふうに理解しちゃえばいいと思います。まあ今回の回答としてはそれでいいということですね。で、え A です。はい。A の B に対する意思表示が、えぇ、ー、錯誤を理由として取り消されたという場合です。で、この時 A は取り消し前に、利害関係を譲りた税無価値の C に取り,取り消しで対抗することができない。えー、まあ結論としてはこれ丸になりますが、えー、重要条文ですね。えー、特に今後、えー、外しちゃいけないのでやっておくと、詐欺錯誤については取り消し前の第三者ってのはいいよね。 これは大丈夫だね。詐欺の錯誤については取り消し前の第三者っていうものに対して、第三者保護規定がありますが、あの、全員無可失ね。あの、ここはあの、めちゃくちゃ重要になりますからね。えー、ま、96条3項も同様です。まあ、一応取り消し前の第三者の話。 ただの話ですからでこの時要件は全部可ですよね。95条4項で、最後に <laughs>、おについてもこれは条文しっかりやりましょう。A の B に対する意思表示が錯誤に基づくものであると。で、そしてその錯誤が A の重可視だった。ということはまず例外までいきますね。原則は取り消せる。で、表異者の重可視だから例外で取り消せない。 その時、はい。え、A が、A は B が A に錯誤があることを知り、または重過質によって知らなかった時を除いて、錯誤を取り消すことができない。えー、例外の例外聞いてますけど、例外の例外もう一つありました。あ、ごめん、悪意重過質ね、さっきのね、さっき、えっ、ー、と、例外の例外にあたるものっていうのは、その錯誤について悪意、または重過質の場合と、あと共通錯誤がありましたよね。ということはこれ共通錯誤の場合も、あの、例外の例外取り消せますから、えー、これ4番は、まあ、罰ということになります。 いわゆる95条3項ですね。もうですよね、えー、ですから、時を除いてがまあおかしいということでね。まあ、端的に言うと、おに関してはもう一回簡単に確認しておくと <laughs>。あの 原則取り消せて、例外は、表示者重化しで取り消せないと。で、例外の例外で取り消されるときどういうときですかってことを聞いてる問題で。で、これ1号は拾ってるんですよ。その、さっきごめんなさい、さっき私の方で一1号はね、あの、相手方悪意って言ってたけど、まあ重化質もそうで入ります。えー、まあこれは95条に規定されてますので、えー、95条のところで悪意重化質ですよね。 え、例外の例外で取り消されるのは、え、相手方について悪意重過失があった場合、または、え、共通錯誤があった場合取り消せますから、共通錯誤の場合をこれ外しちゃってますから、これ間違いということになります。はい。ということで、一応、こ,こ、こんな感じで、まあちょっと一回目はちょっとガイダンスっぽくね、あの、ちょっと話の進め方やりましたけれども、まあこんな形で、まあ問題をどんどん進めていきますので、え、特にだから、予習するときにどのぐらいやっていけばいいかってイメージを今日持ってもらえればいいと思ってて、だからもう端的に解いてくればいいですよ。 解いてきて、それで、まあ、こんな感じで次々と問題解いていきますので、まあ、今日のところはね、ある程度問題数稼ぎい,いくということで、この後、第二十四問、二十五問以下ですね、の方も見ていくことにいたしますが、まあ、今日できればね、え、代理とか、その辺のところも見ていくことにいたします。じゃあ、それでは、一旦、ここで休憩いたします。 それでは2セット目ということになりますがここから大体1時間ぐらい使ってですね第25問の詐欺脅迫のところから順次見ていってで,できればですね代理権のところですね代理のところも含めてこのセットで進めていくことにいたします多少ねあの重要な問題もあの、まあ、多くありますのでそこのところちゃんと確認していきましょうではそれでは第25問からいきます はい、えー、ある程度この辺はあれかな前もって見てなくてもおそらくはまあ目につく機会が多いところだと思いますので、えー、どんどんいきましょう、えー、詐欺・脅迫ですはいまず一番、えー、詐欺が認められるためにはあ脅迫だ、えー、脅迫が認められるために憑依者が意図、えー、を感じ完全に、えー、自由の意思を失ったと言えなければならないもう明らかに違いそうな雰囲気があるのでもう違いますとあの完全な自由意思を失ったという評価はいりません、えーまあ、基本的には基本的には そういうふうな完全な意思の自由を失うということまでは求められていません。ということで、これはいいと思います。はい。じゃあ、それでは次行きましょう。二、えー、2問目。<laughs> と、第三者が脅迫をされた場合において、意思表示の相手方がその事実をか失なく知らないときには、表示者は意思表示を取り消すことができない。えー、これより取り消し制限の問題を聞いてますが、これ第三者詐欺の話だからね。えー、第三者詐欺の場合は確かにこういうことありました。えー、第三者が詐欺を働いた場合に、意思表示の相手方が、善、え、意、ー、税無過失だった場合には取り消すことができるよという規定については、 えーまあ、この96条2項ですよね、96条2項の問題としてあるんだけど、まあ、今回は、えー、脅迫ですから、96条2項では、えー、これはあの第三者詐欺の規定です、でちなみにこれ、詐欺に変えれば OK です、詐欺に変えればその通りなんですよ。 ですが、これは第三者詐欺の問題ですから、脅迫の場合に適用されません。でなおですけど、これ、96条2項と96条3項要注意ね、あの取消前の第三者の保護規定も、基本詐欺に限定されてますよね。えー、なので、細かい話に聞こえるけど、結構普通によく出るやつです。96条2項の第三者の詐欺と、取消前の全員無過失の第三者の取消前の第三者も、これは全部詐欺についてです。脅迫適用されませんので、ここは確認しておきましょう。 では次に3番。表、えー、依者が相手方による虚偽の説明を信じて意思表示をしました。で相手方に詐欺の行為がないときは、表、えー、依者は民事上の救済を受けることはない、えー、ということですけれども、これ、詐欺取り消しはできないです。これちょっと細かいんですが、確かに相手方が詐欺の認識がないときには詐欺取り消しということにならないんですが、錯誤取り消しはできるよね、えー。だって錯誤に陥っていることは間違いないわけですから。ですから別に95条一項取り消しは可能です。 という感じですかね。で、次に4番。えー、表示者が相手方の詐欺によって意思表示をして契約が成立しました。いいですね。えー、騙されたと。で、その契約によって生じる相手方の債務が未利口であっても、えー、表示者は意思表示を取り消さない限り、えー、自らの、えー、債務の履行を拒絶することはできない。えっ、ー、と、これ間違えた人は要注意です。取り消すまでは有効だからね。いいですね。取り消しの効果っていうのは、取り消しをもって初めて効力が否定されますから、えー、これ、 えー、要するに、表依者を取り消さない限りってありますが、取り消しっていうのは基本的には、えー、取り消されるまでは有効として扱われますから、取り消しの思表示をしない場合には契約の履行請求されますよ。ですので、えー、取り消されるまでは有効だよね、と。では次の5番いきます。えー、っと、飼い主が売り主を騙して土地の所有権を譲り受けました。えー、ということですね。ということは、まあ騙し、騙して買ったと。 で、売り主が詐欺による意思表示の取り消しをする前に、善意無過失の第三者が現れた。もう96条3項そのままだってことですね。まずキーワードだけ見ちゃえば、意思表示の取り消しをする前、そして善意無過失っていうふうになってますから、96条3項の問題ということになります。ということは、この定等権設定を受けたものっていうのは、96条断項の適用はあります。ということは、詐欺取り消しが制限されるよね。詐欺取り消しは制限されますから、取り消すことが、あ、ごめんなさい。えっ、ー、と、そうすると今回は、 えとごめんんなさいす,、えー、とすみません低等級の設定を受けた者がいると,という状態になりますからこの人が善意、えーまあ、無過失の第三者ということになりますで、えー、一応、これはあの売り主は意思表示を取り消すことができるということですがこれ、ね、ちょっと、ね、問題がよ,よろしくないというか解題となっている通りで一応、回答としてはこれ丸になっているんですがちょっと変則的なんですよね、えー、とちょっとととと触れとくと、まあ、も元々ね。 飼、まあ、い主が売り主を疑問して、でそれで、えー、その所有権を譲り受けた場合、えー、この譲り受けたと、それで、えー、この定当権の設定を、まあ、受けた人がいると、でこの時売り主は維持表示を取り消すことができるで、で基本的にはなんか取り消すことができないで罰にしたくなるんですが、正直、ちょっと言いがか,かりみたいな問題なんですよ、えー、96条3項をもう一回見ておくと、えー、取り消しを対抗することができないだけであって、取り消し自体は一応できるんですよ。 だけど、その取り消しの効力を相手方に主張できないっていう。っていうこと。なので、この問題は正直なところ、あの、正直、あの、嫌がらせみたいな問題だと思ってください。あの、一応回答としては取り消すことができるが、一応まるで対抗はできないんですよ。意思表示自体は、まあ簡単に言うと、相手方に取り消しの意思表示はできるじゃん。だけど、その取り消しの意思表示によって生じた効果を相手方に対抗できない。だから今回だったら、まあちょっと図で言うと、例えばですが、 えとこういう感じかな。B で、あ、そっか、ちょっとこれ、角度を聞きっりしてみましょう。あの要は、今回だったら、この売り主が買い主を疑問、あ、ごめんなさい、買い主が売り主を疑問していて、で、まあ、売り主が騙されてるわけですよ。ということは、騙された売り主は買い主に詐欺取り消しをすることはできるじゃん。で、詐欺取り消しによって、えー、まあ、言ってみればね、 その詐欺取り消しによって完全な所有権を遡って自分が所有者だということを、低等権者には主張できないというだけの話、だから取り消しの維持表示ができないわけじゃないんですよ、ちょっと気持ち悪いね、というところです、なのでこれは一応、維持表示は今回、飼い主に対してはできると、維持表示自体は可能ですよね。 ということですすみませんちょっとあの、この5番の問題については、ちょっとあの意識的にこうちょっと気持ち悪い問題だなというふうにしておくといいかもしれないです。えーまあ、引っかかっちゃってもしゃあないよねって気がしますが、ただこれ、正しいものに2個選びなさいって問題になってきますので、まあ、実際、確実に1、2、3が絶対違うだろうっていうことから、まあ、4、5っていける問題ですが、ただ5もこれ、結構引っかかる人は引っかかるよね。えー、要するに、維持表示を取り消すことができるっていう文言が、ちょっと引っかかっちゃうっていう問題です。 取り消すことはできるんだけれどもその効果を、えー、低等権者たる第三者に主張できないよという話なんです。 はい。ということで、ちょっと変な問題でした。では次26番、えー、引き続きましょう。えー、相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った。ということでまあ、第三者詐欺ですよね。というのは96条2項の問題です。で、相手方が、相手方が悪意または有価質だった場合には、意思表示を取り消すことができる。これは96条2項の規定そのものということになります。しかし、えー、第三者が脅迫を行った場合については、その規定の適用はありませんので、無条件で取り消すことができますよ。ということになりますよね。ということで、えー、回答としては、 えー、あはるです。これはちゃんと96条2項の規定をちゃんと分かっているかどうかを聞いている問題ね。えー、第三者先があった場合一て、第三者先があった場合には96条2項の適用があるから、まあ相手方が、え、善意無過失だった場合には、えー、取り消し制限がかかりますと。取り消しができなくなるよと。ということはそれを裏返せばこういうことでしょ。相手方が悪意有過失だった場合にはに、取り消すことができると。その時に限って取り消せると。で、第三者脅迫の場合には、そういう、あの、第三者脅迫っていう規定は96条2項ないから、無条件に取り消せるよと。 まいうことです。はい、いいきましょう、はい。A がその所有する不動産を B に売却するための契約が締結され、これに基づいて A から B への所有権移転登記がされました。で、A が詐欺を理由として取り消したわけです。で、そうすると、これ、取り消し後の第三者っていうキーワードはもう出てきましたので、取り消し後の第三者は対抗関係になりますよね。ですから、取り消し後に。 えー、B からその不動産を買い受けた C に、えー、投機をしなければ対抗することはできない。これは丸ですね。えー、これは取り消し後の第三者ってことですから、177条の対抗関係。で、次に、じゃ脅迫の場合。えー、脅迫の場合も同じです。えー、脅迫の場合も対抗関係です。やっぱり同じが177条ですから、えー、この投機をしなくても対抗することができるは間違いということになります。つまり、これ詐欺脅迫ともに、 まあ、いわゆる取り消し後の関係ですよね。えー、取り消し後の第三者との関係では、177条が適用されますからね。えー、ですので、えー、この後談が間違いってことになります。では、う。はい、えっ、ー、と、また同じ問題じゃんというね。えー、なんで、この、ね、司法試験予備試験これ好きなんかわかりませんけど、え、完全に意思の自由失ってっていうのはこれはいりません、ちでもこれは先ほどの問題と全く同じです。では、次です。えっ、ー、と、次の問題の方行きましょうかね。 はい、えー、っと。あ、で、あと回答例にも書いてあるけど、あの、完全に意思の自由を失った場合は、そもそも取り消しなくて意思無能力ですからね。意思能力ないからね。えー、ですから普通に無効になりますからね。これは、あの、念のためやっておくと、あの、まあ、ちょっと2回出てきたんで、ちょっと触れとくと、あの、脅迫の場合に意思を失った場合までいらないって言ってるけど、そもそも完全に自由意思を失った場合は、3条の2の問題だからね。もうそもそも意思能力がないわけですから。完全に意思を失ってるってことは。 だから、そもそも無効行為になりますからね、これは。あの、ちょっと口頭でコメントになりますけど。あの、そもそも脅迫の取り消しとかの問題ではなくて、もう完全に意思の自由が失われてんだったら、そもそも医師無能力で無効ですからね。うん、で、え、A、はボツさし。で、次に、お、えっ、ー、と、連帯債務者の一人である A が大仏弁済をした後、えー、大仏弁済を詐欺を理由として取り消した場合、えー、他の、まあ、ちょっとこの問題ね、えー、ちょっといきますけれども。いいんですかね。 で、連帯債務者の一人である A が大仏弁済をした。で、大仏弁済を詐欺を理由として取り消した場合、他の連帯債務者は、大仏弁済が詐欺によるものであることを過失なく知らなかった時でも、債権者に対し、大仏弁済による債務の主張を主張することはできない。ということで、まあ、結論としてはこちらは丸になります。<laughs> まあ、イメージとしては誰か一人が大仏弁済して、で、これを詐欺取り消しした、 で、詐欺取り消しすれば大仏弁済の効力は無効になるよね。とすると、債権者の側からすれば、えー、まあ、言ってみれば、他の連帯債務者に対して払えっていうわけです。で、連帯債務者は、要するにこれどういう主張をしているかというと、要するに自分は取り消し前の第三者だと。えー、取り消し前の第三者だから、この大仏弁済を詐欺として取り消す前の第三者に当たるから、だから、えー、自分は結局、そのと、大仏弁済の取り消しの効力というものを自分に対しては主張できないんだと。えー、従って、 結局は大仏弁済の債務が消滅したということから私は払いませんということをえは主張しようとしているとで大体、違和感があるあっちというのは大体間違いなんですよねでで結論からするとこれもあの言うとこの連帯債務者に関して言うとあのまず第三者に含みませんそれでまあおしまいっちゃおしまいです一応、連帯債務者の1人。 回答をやるときに一応、これ解説とかだとさすげえ細かく判例をしてるんですよ。だけどこれ要はどういうことって解き方しようか96条3項の第三者って取消前の第3者でしょ新たな利害関係あります元から連帯保証人でしょその人たちは。ということはその,その大仏弁済によって生じた、えー、法律関係に新たに入ってきたもんじゃないわけですよ。 つまり、新たな独立した法律上の利害関係って、94条2項だろうが、95条4項だろうが、96条3項だろうが、全部共通してるのよ。当事者及び包括証継人ではなくて、新たに独立した法律上の利害関係を持っているものが第三者であるってことは、基本的に全部共通してるんだよね。ということは、今回これって、連帯債務者の一人の大仏弁債の取り消しっていうものに対して、他の連帯債務者が私は第三者だみたいなことを言ってるわけでしょ。いやいや、もともとあなたは連帯債務者なんだから、新たな法律家の利害関係に入ったわけじゃないじゃんと。 というふうに考えてしまうと、これはスッキリするかなと思います。だからまあ、思考プロセスとしては、 思考プロセスとしては今日の20番の問題と非常に近いです20番の「尾の足と非常に思考プロセスは近くなってくるかなというところです、うん、まあここはまあなんかあのしっかり回答できるといいかというところですでは次に27番の方行いきましょう27番意思表示伝播の問題これも予備試験で取材されているやつかなまずあ、意思能力が欠けた状態で契約を締結したものは貢献会審判を受けていなくてもその契約の無効を主張することができる、はい、先ほどちょっと拾ったやつです3条の2です えー、もう意思能力がないわけですからもう無効ですがね3条の2、えー、貢,献審判貢献開始の審判みたいなものは全く必要ありませんもう意思能力がないわけですから、えー、その当該法律行為は絶対無効ですでは次の2い、はい被補佐人が補佐人の同意を得て、えー、事故の不動産につき第三者との間で売買契約を締結した、えーまあ、この時点でまずいいですかね補佐人の同意を得ることが必要な行為ですちょっと条文確認しましょう被、うん、補佐人というのは特定の法律行為については同意が必要ですよね で、このことについて書かれているのは13条でわらわらと書かれているんですよね。えー、さ、非補佐人の場合は、えー、13条に書かれている行為は、えー、同意が必要。で、13条の1項、3号に当たるかな。えー、不動産についての権利特措行為を行ってますから、えー、これは同意を得て行うと。で、非補佐人がどうやら、錯誤に陥ってると。えー、非補佐人が売買契約の目的及び取引所の社会通定で重要な錯誤に陥っており、かつそのことにつき重過質がない場合でも、その契約の取り消しを主張することができない。 えとありますが、はいえー、まず、えー、結論としては、罰、まあ、になります、取り消すすことは可能です、えー、と問題となる条文ちょっとだけ紹介しておくと、一応ね、13条の2というものが一応あって、あご,条ごめんなさい、13条4項という規定は一応あってで、補佐人の同意を得なければならない行為であって、えー、同意を得ないでしたものは取り消すことができる、えー、みたいな条文があ,あるんだけれども、あの まあ特にそれしかないんですよ、この被補佐人のルールというのは。ですから別に、被補佐人が、例えばですよ、被補佐人が錯誤に陥ったら、被補佐人が自分の判断で取り消すことは全然できますからね、ここはあの特に13条4項についても、一応言及はしてるし、解説も言及してるんだけれども、基本的にはこれ別に被補佐人は今回、同意を得て行っているから、普通にまあ問題なく行為を行ってるわけだよね、同意を得た行為を。 でそれで、この人が錯誤に陥っているんだったら別に、被補佐人自らが錯誤取り消しすれば別にいいじゃないというだけの話です。なので回答としてはこれでおしまいということになります。うん、はいじゃあういきましょう、えー、第三者の詐欺によって相手方に対する異常事をしたものは相手方が、えー、詐欺の事実を過失なく知らなかった場合でも、えー、その詐欺によって生じた錯誤が錯誤取り消しの要件を満たすときには、えー、この取り消しの主張をすることができるということでこれは丸です。 えっと、これは要するに、詐欺取り消しの場合には、第三者詐欺で、えと、ー、制限かかりますよね。えー、第三者詐欺で、えー、取り消し制限かかりますから、例えば、うのように、第三者詐欺で相手方に対して意思表示をした。で、相手方が、えぇ、ー、まあ、善意無過失だった場合には、96条の詐欺取り消しはできなくなりますよね。えー、いいですね。えー、第三者から詐欺があって、それで意思表示をした。で、その意思表示の相手方が、第三者詐欺について善意無過失だった場合には、えー、取り消し制限か,かかります。っていうのが96条に項うでしょ。 だから96条の取り消し制限はかかっていますただし、いいですかね、えっ、ー、と、錯誤取り消しと詐,詐欺取り消しは別な制度ですからね、95条と96条は全く違うものですから、別にこの錯誤が錯誤取り消しの要件を満たしているんだったら、そのまま取り消し主張することは可能です、まあ、言ってもらえ、これは端的に言うと96条と95条は別なものですから、95条の要件を満たしてればそれでいいことです。で次にえ え、非補佐人は、保証契約を締結する前に、その行為をすることについて、補佐人の同意を得たときは、ま、まずはこの保証は同意が要ります。念のためやっとこう、13条1項2号で、え、必要になります。で、同意を得たときには、取りやめることはできない。あの、これは条文を見ておけばいいです。要は、するときには同意が必要なんですよ。だから、同意を得たらしなきゃいけないなんてことはないから。 いいですね。同意を得たらしなきゃいけないってことはなくて、しようとするときには同意が必要だってことだから、別に同意を受けた上でしないってこともあるからね。あの、要するにやるときには同意がいるってだけの話です。で、次に、お、非補佐人と契約をしようとする者は、えー、家庭裁判所に対して利害関係人として、えー、非補佐人に十分な判断能力があることを理由に、補佐開始の え、審判の取り消しを請求することができる。で、これはですね、あの、これから勉強する内容になりますけれども、えー、これ、あの、いわゆる制限行為能力が一番最初の方にやる話なので、内容出てくるので、まあ、講義の中ではまた追って勉強しますが、あの、例えばですね、貢献開始とか補佐開始とかの審判の取り消しっていうのは、それぞれ条文で決まってるんですよ。えー、念のためにやります。貢献開始は10条、取り消しはね。貢献取り消しは10条で、え、補佐の取り消しは14条。 補助の取り消しは18条という形で、後、え、見、ーまあ、補佐、補助というのは、こういう取り消しの審判というのを求めることはできるんですが、えー、そのつ求めることができる人というのは、14条を見ましょうかあの、結構法定されてるんですよ、本人、配偶者、四親党内親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補佐人、補佐監督人、または検察官。ということであの、基本的には身分関係のあるものに限定されてます、簡単に言うと。 えー、なぜかといったら、やっぱりね、この貢献とか補佐とか補助っていうものは、まあ、やっぱりそれなりにやっぱり、いってその親族的な部分があるわけですよね、その身分関係に関する法律行為っていうとことがありますから、そうすると、まあ、そういうふうな法律関係から、えー、基本的には、えー、この貢献開始も補佐開始も、補助開始も、どれも、まあ、一定程度の身分関係のあるものっていうものに限定しています、したがって取引の相手方とかは全く入りません。とということです 一応14条1項の条文確認しておいてください、まあまあ、明らかに入らないよねって判断できるよね売買契約の相手方っていうのにそういう風な制度はないよっていうことになりますでは次です28どんどんやっていきましょう、はい、位置表示に関する問題をもうちょっと,あと位置表示はあと3問ぐらいあるのかな、えー、もうちょいありますね4問ぐらいありますね4問5問ありますね、まあ、もうちょっとただ6問ぐらいありますね結構一気にやっていきましょう では、それでは、えー、確認していきます。はい。A がその所有する土地について、えー、B と仮想の売買契約を締結し、えー、所有権移転登記をしました。で、その後、れはまずこれ94条あ九十四条の通報協議表示。その後 B が、えー、この事情を知らない C に土地を売却しました。えー、B から C への移転登記がされていなくても、えー、A は C に対して、 AB 間の売買契約の無効を主張することができないということでこれはもう聞いてること大丈夫ですよね C が94条2項の第三者ですから登記なくして C が権利主張できますよね C が権利主張できますから C が登記がなくても別に C は所有権を A に主張できるってことが聞かれてるだけですよねということでこれは1一はあるということですでは次に2番 A はその所有する公土地について え、B と仮想の売買契約を締結して主義で登記した。はい、B が、えー、この事情を知らない、えー、C から、えー、500万円を借り入れたが、えー、その返済を怠ったことから、はい、差し押さえたということは、はい、えー、一般債権者ではなくて差し押さえ債権者ということになってきますから、えー、この人は第三者に当たりますよね。第三者に当たりますよね。 ということは、差し押さえ前に事情を知っていたとしても、A は C に対して無効主張することができない。これは明らかに違います。なぜかというと C は、公土地を差し押さえたんだけど、この人は事情を知っていますから、悪意です。悪意ですから、94条2項の第三者になり、当たりません C は。善意の第三者ではないよね。 え94条2項の税位の第三者ではありませんから、そうするとまあ C は税位の第三者じゃないということになるから、原則通り通報給表示は無効ということになりますから、A が無効主張することは可能ですよね。ということです。だからまあ、言ってみれば一般債権者っていうのが第三者あ、失礼しました。差し押さえ債権者ね。2番の足である。要するに差し押さえ債権者は第三者だよとで。で、この第三者が利害関係に入った時、つまり差し押さえ前に悪意なんですよ。つまり差し押さえ時点で悪意なんだから、 もうこの人は94条二項の第3じゃないでしょう。ということは原則通り94条1項で、この AB 間の売買無効ですから、A は権利書しちゃっていいということです。では3番、はい。A の代理人である B は、代理権の範囲内で A を代理して C から1000万円を借り受ける旨の契約を締結したが、その契約当時、B は C から借り入れた金銭を着服する意図を有しており、実際に1000万円を着服した代理権の濫用事例ということです。107条の問題。ここはもうさっといけるよね。 ということは、えー、代理の復習です。代理権乱用の場合には原則として有権代理になるよね。いいよね。代理権の乱用だから。ただし、相手方が悪意有価質の場合は無権代理とみなされます。という107条の規定があれば、あとは、はい、えー、相手方悪意じゃないですか。えー、相手方が悪意ということは無権代理とみなされることになりますので、えー、知ると、えー、答えを出しちゃえばいいと思います。で、ラスト4番。はい、A の B に対する売買契約の意思表示について、はい、えー、重要な錯誤があった。 という場合に、A に、その、取り消しを主張する意思がないときは、B は取り消しを主張することはできない。その通りですよね。B が取り消し主張することは、取り消し権者には当たりませんので、120条2項でいけちゃうということです。で、ちなみに、まあこれ今日1回目だからね、あの、まあ担当講座とか、まあ私が解説するときの一つのポイントというのは、これは多分自力でやったときに結構コスパが悪いんですよ。あの、だってこれ多分解説ペロンとめくると、1ページブワーって書いてあるんですよ。 だけど結局これってさ、ある程度担当過去問を重ねてっていけば、結局重複してんのよ。結局1番、これ何かって言ったら、登記なくても、94条2項の第3は登記いらない。2番については、差し押さえ債権者は第3者。3番はこれ170を知ってるかどうか。で、4番は、昨今の取り消し権者。っていうだけでしょ。相手方入らないっていう、まあそういう話なんで、それでもパッと次いっちゃう。っていうふうにやってって、なんかコスパよくやってた方がいいよね。っていうところが結構見える問題かなと思います。 でだからさっき読んでて解説今聞いてってうんってなったものとかをとりあえず読んでみるっていう感じの程度でいいかなと思いますじゃあ次の29ですねだからまあ感覚的には入門とか受けてる人はねあのセブンサミットみたいな、ね、そういう位置づけで考えてもらえると解説はいいかもしれないですねじゃあ29番、えー、意思表示に関する「あ」から「お」で間違ってるものはい青年非後見人である A が B から日用品買いました えー、日用品に関しては、えー、これはもうあの確認しておけば九9条です。成、えー、年非公権人は基本的には、えー、効率行為は取り消しの対象なんですが、日用品のみ例外です。えー、ですから今回は、日用品って出てきた時点で9条たし書きを、えー、頭に入れていけば取り消すことはできません。はい、e はい A が B から解除の意思表示を受けたときに、A が成年非公権人でした。A、え、が、ー、ね。で、成、えー、年公権人 C が、えー、解除の意思表示を知るまで、 当該契約解除の効力は生じない、えー、ということですがこちらは、ねえー、条文知っておくといいと思います、えーっとね、98条の2に規定があります、ちょっと、ね、あの論文ではなかなか見ない、えー、ものですけれども基本的には、ね、意思表示については受領能力というのがあって例えばこういうふうに、えー、意思無能力者だったりとか成年非後見人とかあと未成年者そういうものについては意思表示の受領能力がないんですよ。 ですから、例えば解除の意思表示というものを、このように成年非公権にしたところで、その解除の効力っていうものは原則として主張できないんですよ。解除権者は。だけど、例外があるんですよ。ただし、主張できないんだけれども、相手方の法廷代理人とか、意思能力回復後に知ったら、その受領能力を肯定していいと。まあいうことです。だから原則としてさ、意思無能力者とか成年非公権に何言ったところで、その人は受け取れないわけですよ。だから原則としては解除の対抗はできないんですよね。 だけど法廷代理人がそのことを知ったあとはそのことを主張することができるという規定になりますのでそうするとここで、えー、書いてある通り、ここのように、えー、考えていくことになります。A の青年後見に C が B の契約解除の一条氏を知ったあとは、えー、この解除の効力というのは主張することができるということになります。はい、ということで一応これ丸なんですが、えー、一応98条の二の、えー、2号の問題です。 ただこれもですね、ちょっと細かいことを言い出すと、対抗できないと効力生じないどうなんだみたいなね、えー、ところがあって、結構ね、予備試験の過去問とか司法試験の過去問、その辺が結構ふわっとすることがあるので、そこはなんか、ある程度はもうこういう、なんか、あるってことは知っといてください。これもだから細かく言い出すとさ、えなんか、効力は生じないだけど、条文上を見ると98条の2は、対抗することができねえって書いてあると。え対抗できないと効力生じないってどうなんだみたいな話になっちゃうから、そこはあの、 えちょっとその辺のところはどうしても、あの問題、他の足との関連性で、これはそういう意味なんだろうなっていうふうに、全員解釈しなきゃいけないですが、今回はこの条文聞いてるのは、98条の2の2個、二号を知ってるかどうかです。えー、意思能力の、要するに、意思表示の受領ができない人については、その意思表示の効力は主張できないんだけど、その法廷代理人が知ったら主張していいよって話です。では、う。はい。えー、うは、えー、相手方がです A が B に対して契約申し込みを発しました。 えー、その後 A が行為能力を制限を受けた場合、えー、B がその事実を知っていたとしても、えー、当該契約申し込みの効力は生じるということで、えー、結論としては、えー、こちらはツになります、えー、とまずちょ,っとこれはちょっとこれも解説としてしっかりやっておいた方がいいかなと思っていて、えーとですね、97条3項をちょっと見てもらっていいかなこれはちょっとあの抑えてきたよところ 97条3項で、意思表示は、表示者が通知を発した後に死亡したり、意思能力を喪失したり、意思行為能力の制限を受けても、そのためには効力をを妨げられないいんですとととうこはは原則ししては意思表示をした後に行為能力の制限を受けても、申し込みの効力は本来は生きてるはずなんですよね。いいよね。97条3項が原則としてあるわけですよ。 とすると97条3項の規定を見ればそのまんま丸にしたいところなんですがただ契約の申し込みについては特則があります526条これはね526条に特則があって契約申し込みの場合はちょっと修正かかってるんですよすごい細かいかもしれないけど申し込み者が契約申し込みを発した後に死亡したりとかあと今回であれば行為能力の制限をも受けた場合にえっとまあちょっと526条の条文見といてほしいんですが えそのもしその事実が生じたら、効力を有しないということを申し込み者が意思を表示していた時ときと、相手方が承諾通知までに知ったときは、申し込み無効になるんです。ということは原則は、これはあの効力ありなんですね。効力ありなんだけど、ただ、例外があって、えー、526条、これは契約申し込みのとき。 特則ですよねつまり原則としてはさっき言った通り、あり通知発した後に死んじゃったとか通知発した後にこうしちゃったみたいなね通知発した後に制限行為能力になっちゃったとかそういう場合は原則としてそれでも意思表示の効力はあるんですよただし修正かかってるのが526条でこれは契約の申し込みの場合バイナンス 今回、特にここで契約申し込みというのがあるので特にこの526条の適用がありそうな雰囲気なんですね。で、えー、あごめんなさいで、実際どういうふうな規定なのかといったらあのちょっと言葉として難しいけどあのもともと申し込みをした人が私が死んだら無効にしますとか私が行為能力の制限を受けたときには無効としますみたいなことをあらかじめ言っている場合それと相手方が承諾前に その事実を知った場合には効力生じないんです、えー、なので、えー、今回はこれでしょ、えー、あごめんなさい、えー、こっちです。B がその事実を知っていたっていう事実がありますからこの例外についてはちょっとちっちゃく書いておきますが一つは申し込み者が別段の表示をしているとき。 申し込み者の別段の意思表示がある時ときとあとは承諾前に相手方が知ったとこのときには例外として効力症じないです えとちょっとこれだけ押さえておけばいいかなとつまり承諾後のトラブルという問題ですだからまあよくなんか小火出しをつけるならこれってああごめんなさい,なさい発信後か意思表示後のトラブルなんですよね。の場合の規律なんですよ まあ一応こういうふうにまあある程度パッケージでちょっと説明しておくとこの、N、うの足っていうのは初めて聞く方もいると思うのでまあ意思表示後に死んじゃったりしたらどうなんのって話なんですよでこれは原則は効力ありですだけど例外は契約の申し込みの場合なんです契約を申し込んだ場合についてはえもう申し込みをする人が俺が死んだら無効にするよって前もって言ってる時またはえ死んだことを承諾前に相手方が知った時これは死んだ場合もそうだし後見えそれから、えー あごめんなさい。えっ、ー、と、それからですね、行為能力制限とか、意思能力がなくなったとか、それとも全部入ります。えー、そういう、まあ、死亡、意思無能力、制限行為能力ってトラブルみたいなものについて、えー、意思表示をした後にそれが生じた場合の例外です。その時はこの1か2ですね。えー、申し込み者が別段の意思表示をしていた場合か、承諾場合に相手方がその事実を知ったら、効力生じない。したがって、えー、この問題は罰ということになる。相手方知ってますから。えー、526条を聞いてるというね、ちょっと細かい問題、ね。 はい。じゃあ最後 A です。はい。A が B に対して契約解除しました。で、契約解除の通知を発した後に制限行為能力を受けたという場合に B がその事実を知っていたとしても、えー、契約解除の効力が生じる。はい。これは526条の問題ではないからです。契約解除の通知は契約申し込みじゃないでしょう。ということは、これは526条の問題ではないですよね。 原則通り97条3項で効力は生じるということになります。ということで、この問題はそこがしっかり拾えていればいい問題ということになります。では次の問題行きましょうかね。えー、では次第、えー、と30問行きましょう。はいえー、もうだんだんなんか民法の場合はどんどんやっていくとね、もう同じような問題が出てくると。 いいけると思います、はいえー、とあの足、土地の仮想譲り受け人が土地上に建物を建築して他人に賃貸した場合、建物賃借人は94条2項の第3者に当たらない、えー、とこれ、今、パッと見て、すぐ即答できなかった人は、えー、担当ので頭でこれから勉強していくときにしっかり復といてこれは当たらないですという、当たらないですであの、特にこれ聞かれることを言っておくと、土地の所有者と建物の賃,貸人あ賃借人というのは確実に利害関係を離れるんです。 あの、よく出てくるのが、土地の、えー、っとね、建物の所有者は土地の利害関係を持ちます。これは講義の中でよく言うのは、まあ、よくあの論文でも言うよね、あの、土地の、ごめんなさい、建物の所有者っていうのは、建物を所有することを通じて土地を占有するんです。ですから、建物の所有イコール、底地の占有って関係があるから、建物所有者は土地の利害関係人として、第三者たる法律関係を持ちます。ですが、 建物の賃貸人っていうのは別に建物を賃借しているだけですから土地に対する直接の利害関係は持たないとされてるんですよ。まあ、あくまで間接的な利害関係の、ね、になりますからそうするとやっぱりこの、えー、第三者には当たらないよっていうのはまずスッと出てきてほしい。つまり、えっ、ー、と、これはね、建物賃借人っていうのは もうこれはさってやっちゃいます。利害関係はありませんという。まあこれが分かってれば OK。で、あとは復習がてらやっとくと、えー、建物所有者は違うよね。この人は土地の占有だから、土地の利害関係を持つんです。まあ、ここは、あの、よく、あの、パッと即答できるようにしていきましょう。では、E。えっ、ー、と、もう E はもういいやね。また、 またなんか自由意志を失わせてるけどね。もういいって話。<laughs> 自由意志を失う必要はないっていう話。はい。えー、これはあの、医師無能力の話です。はい。う、はい。A を疑問して、えー、農地を買い受けた B が、えー、農地法の許可を停止条件とする、えー、所有権移転の仮登記を得た上で、えー、農地上の権利を C に譲として、えっ、ー、と、当該仮登記移転の不起登記をした場合には、 えー、C は96条3項の、えー、第三者に当たる。ということですけど、なんか難しいことちょっと書いてあるんで、ちょっと厄介ですけれども、えー、単純にさ、これ、取り消し前の第三者に当たるかどうかでしょう。ということは、まあ、取り消される前の段階で、えー、実際に、この農地法の許可を停止条件として、所有権移転の仮登記を得て、で、それで、えー、っと、その、 売買契約上の権利を C に譲として仮登記を移転した場合には、この時にはもうこれ法律の利害関係あるとされてます。あの、ちょっと細かいんですが、これは、あの、この足をそのまま押さえちゃってもいいかなっていうやつです。もう足ごと行っちゃっていいやつです。まあ、言ってみれば、あの、96条3項の第三者っていうのは、やっぱり同じようには法律の利害関係が必要になるでしょう。取り消し前の。で、そうするとこのように農地買った人が、 まあ農地を買った人がその農地上の許可を得られるってことを停止条件としたえその所有権の仮登記をもらってそれをまあ移転した場合にはその移転先の人は第三者で当たるよというのが判例、まあ、これはそんなもんでいいですで次に協議履行に伴う財産分与で分与者は え、事故に、え、課税所得税が課されることを知らず、課税されないとの理解を当然の前提とし、かつそれを目次的に表示していた場合であっても、財産分与契約の策語取引消を主張することができない。で、これは足で聞かれてる内容でしっかり見といて。あの、要は、財産分与で税金がかかれないってことが、法律行為として、あれ、あれさい。あの、取引上の社会通念を照らして重要な策語かです。いわゆるこれ、動機の策誤でしょ その財産分与契約を取り消す前提で、税金がかからないと思ってましたっていう理由で取り消せるか。で、これは判例があります。税金がかかっているかどうかというのは、一応ね、あの、法律行為の目的、取引上社会通念上重要なものとしてます。ですから、要するに財産分与を受けるにあたって、その、それが、言ってみれば、税金かかるかどうかっていうことは重要なものだから、税金がかからなかったと思ってたのであれば、動機の錯誤になり得ると。 まあ、あの、改正後の表現を使うとね、法律行為の基礎事情の認識に反するってやつですけれども、まあ、いわゆる95条1項2号の策語ね、えー。95条1項2号でいう、法律行為の基礎とした事情がその認識と反する策語があると。に当たると。で、特に今回は、えー、このように、目次的に表示していたってことになりますから、95条2項も通ってるね。ということで、表示していたってことになりますから、まあ、95条2項も通ってると。で、最後。 えー、特定の意思表示が記載された内容証明郵便が受取人不在のために配達することができず、えー、留置期間の経過により差出人に還付された場合、受取人がその内容を十分に推移することができ、受領も困難でなかったとしても、えー、受取人到達者ことを認められることはない。えー、認められることはないとかね、なんかちょっともう怪しいみたいな感じになりますけれども、えー、結論はもうこれはツですよね。あの、念のためこれはもう体感的に、あ、ごめんなさい。えっ、ー、と、A は罰ですね。 体感的に抑えておいてほしいのは、基本的には領地すべき時でいいんですから。意思表示はね。あの、一般的な意思表示の受領っていうのは、97条1項で到達時を取りますよね。97条1項の到達時を取りますけれども、これは別に現実に到達したんじゃなくて、支配領域に入ってればいいですからね。いいよね。だから領地すべきでいいんですよ。ということは、 領地し売るべきかなえとちょっと漢字がちょっと字がふにゃっとしたんで直しますけれどもえっと領地し売るべき状態で OK ということになりますまあこれは行政法とかでもちょこちょこ出ますよねこの辺の話ね一応時の到達っていうのは ね、現実に了知したことまでいりません。ということで十分足ります。では、えー、意思表示もうちょい行きましょう。ちょっと、意思表示げいぞって話ですけれども、第3一問。はい、えっ、ー、と、まあ、でも同じような問題続いてますからね、今日1回目なんで、あのー、そこら辺のところはまあ、同じようなこと聞いてるなっていうところで固めていきましょう。はい、表示者が真意でないことを知って意思表示をしました。はい、これ心理療法ですよね。えー、そして、相手が、相手方が具体的に知らなくても、表依者の真意ではないことを知り、知ることができるときには、意思表示は無効である。その通り、これは93条の1項の問題ですよね。 えー、そのまま、えー、別に、表依者の、心理療法であることを知ってればいいんだからね。だから具体的に真意が何なのかなんて知らなくても、心理療法であることを知っていれば、それは悪意ですから。では、いい。表、え、示、ー、者の意思表示が、また、真意でないことを理由として、えー、無効とされた場合において、その無効は、善意であるが過失のある第三者対抗することができる。えー、という問題になりますけれども。えー、っと、まあ今回の問題は、えー、っと、 善意であるが過失がある第三者に対抗することができないよね。えー、とごめんなさい、今ぐちゃっとしたったごめんなさい、あのこれは要するに心理療法だから主観要件善意のみだよね。93条2項は善意の第三者に対抗することができないということになりますから、えー、別に過失があっても OK ですよね。 えつまり、善意であるが過失から第三対抗することができるっていうのは、これはまあ間違いですよね。つまり、93条2項っていうのは、善意のみで OK ということになりますから、その無効については、善意であれば対抗でき、善意であれば対抗できませんから。 善意の第三者に対抗できませんから、これは善意であれば過失がある第三者には対抗できませんってことです。で、一応まあ、あの、この辺のところはよくあるやつで、93条2項と94条2項は、これは善意のみですよね。で、95条4項と96条3項は、善意無過失までいるよね。まあ、ここをシンプルに確認しておきゃいいよね。では次に右です。 相手方と通じて虚偽のした意思表示無効は、ま、特九94条2項です。相手方が表示の目的につき、法律上の利害関係を有するときに善意であれば、もうあってそうですね、これね。善意の基準値を聞いてますから、これは法律上の利害関係を有するに至ったときに善意ならば足ります。ということで、これは丸です。はい、相手方に対する意思表示について、第三詐欺が行った。はい、第三詐欺があったときには、善意無過失だったら取り消せないんだよね。ということになりますよね。 ということは、悪意または、有過失なら取り消せるよね。ね。あの、この辺だからごちゃごちゃにならないね。え、いわゆる96条2項は、善意無過失だったら取り消せないっていう条文でしたよね。ということは、悪意有過失なら取り消せるんですよね。ということは、えっと、知らなかったとしても、え、過失があった場合には取り消すことができるで、OK と。まあ、いうことですね。まあ、ちょっとここら辺のところは、 えは丸です。96条2項。まあ不安な人はなんとか自分の言葉でね、これ第三者詐欺何回も聞かれてるんで、要は,は第三者詐欺が取り消せないときは、意思表示の相手方が、第三者詐欺について善意無過失だったら取り消せないんですよ。ということをちゃんと言えてれば、善意無過失の逆は悪意または有過失ですから。えー、そこをちゃんと、なんか日本語的にちゃんと押さえておけばいいってことですね。だからまあ96条2項は、まあ一応、善意無過失。 まあごめん、相手方か。ちょっとふにゃっと書いてごめんね。えー、96条2項については、相手方が善意無過失の場合、取り消しできない。ということは言い換えれば、悪意または誘拐したら取り消せるってことね。えー、まあこれ条文上はそっちの方が書いてあるのかな。悪意または誘拐して取り消し OK です。まあこれですね、96条2項は、はい あ書く必要はなかったかな同じのが書いてます。で、最後、えー、ということで、えー、脅迫により使用時の取り消しは、員無過失の第三対抗できない、えー。これは絶対に外しちゃダメね、えー。脅迫ってのは第三保護規定はありませんからね。もう脅迫って言われた時点で、この詐欺のみだからね。という感じで回答すればいい。では次行きましょう。えー、32番も見ていきます。 えー、これで意思表示あと2問です。なんか長いですけれども、ちょっとやっちゃいましょう。はい。A の B に対する意思表示、解除の意思表示に関する次の問題答えなさい。えー、まず A からいきます。はい。A が未成年者である B に対して、えー、契約解除の意思表示を発送した。えー、B が通知書を受け取った、未成年者が受け取って、はい。B の法廷代理人が解除の意思表示を知るに至った。この時点で A は対抗することが可能になります。ということで、えー、98条の2の、えっ、ー、と、1号ですね。法廷代理人が知るに至ったときと。 まあ、いうことになりますから、えー、問題としては、もう一回やったところかなというところですね。では、次です。えー、ちょっと待ってください。問題としてはですね、どこでやったかというと、あ、ごめんなさい。これ、一瞬だけ。98条の2の、これ、2号って書いてあるけど、29番1号ねすみません。さっき、ちょっと、これ1号ですね。えっ、ー、と、29番のイと同じ足ですよね。えー、29番のイの足と同じで、これ、98乗のイの足と同じで、これ、の1号の問題です。さっき、2号って書いてあるとちょっと訂正してみます。では、え、問題戻りますと、えー、イ。 はい、A は B に対して契約解除の通知書を何度も発送したが、はい、B は正当な理由なくこれを拒んだこれは到達したものとみなされるという条文があります、えー、97条2項、えー、これは重要条文ですのでもう知ってるか知らないかです、えー、97条の2項ですでただそらそうだろって気はしそうだよね、えー、そらそうだろって気もしそうですね、はいうはい、A は B に対して契約解除の通知書を発送した後に死亡しお発送後死亡ってことはもう解けますわね 今回は契約解除だから契約申し込みじゃないからね。契約解除する旨って言ってたから、もうこれはもう単純に96条じゃなくて97条3項の問題だと。いうことは死んでも OK ってやつです。えー、ということで、うわ丸。る。えー、今回契約申し込みじゃないよってことさえミスらなければ外さないでしょと。だから結構担当の勉強こんな感じなんですよ。もう大体もう、こんなんでしょっていう感じで解けるようになってきますから。じゃあ、え、 はい。A は B に対して契約解除のメールを電子メールで発信したが、えー、通信システムの不都合で通知は B に到達しなかった。えー、解除の意思表示は、えー登録、効力があるか。はい。さすがに了知できません。えー、これは要するに電子メールが届かなかったってことは、これは了知するべき状態には置いてません。例えばメールボックスを開けなかったとはわけが違うでしょう。メールボックスを開けなかったとけじゃなくて、 えー、電子メールが届いてない状態ですから、メールボックスにも入ってない状態ですから、これは領地修炉状態にはないと考えていいでしょう。で、次に、えー、おの方行きましょうかね。えー、まあ、これに当たらないと。あだからそうするとちょっと書き方が悪いから、こっちの方がいいかな。ちょっと語弊がないように。領地修炉状態にないってことです。で、最後に、お。 はい。A は B に対して契約解除するための通知を発送しようとしたが、B の所在は知らないので、工事送達の方法ですね。えー、解除の意思表示をした。という、この時には解除の意思表示が一定期間経過後に、工事による意思、えっ、ー、と、意思表示は98条にあります。えー、まあ、相手方を知ることができなかったり、所在不明の時には、工事送達の方法と同じような形で、えー、意思表示を到達させることができます。ということで、あ,あ、そうなんだってことになりますが、ただし、えー、これね、98条3項正し書き。 過失があった時には、これ到達しません。えー、まあこれもまあなんか一般常識的に解けそうだよね。さすがにこれ知らないことで過失があった場合に工事到達させて、到達させるわけにはいかんだろうということは予想がつくと思いますので、えー、まあこれについてはえ回答は98条3項正し書きでえ規定があると。あのちなみに、一般論として言えることは、あのこういう工事による意思表示ってはできますからね。 あの、掲示板。まあ、大体裁判所の掲示板に、えー、こう掲示されてから2週間。えー、これは98条の3項に書いてあると思います。えー、工事の意思表示っていうのは、その、掲示板に貼ってから2週間だったら到達したものとされます。ただ、これは過失があるときには適用されないよという問題になります。まあ、これはなんかそうだろうなっていう感じで、結構解ける問題だと思うんで、えー、しっかりやっておきましょう。えー、特に、えっと、まあ、うの、あ,あとうの足かな。あとうの足は、あの、結構汎用性高い足ってことになりますね。 じゃあ最後、え、これは直近のあの、司法試験の問題です。結構ね、難しいです。この問題。え、まず、あからいきます。え、各地者に対する意思表示は、え、相手方が領地するまでは、え、効力を生じない。まあ、これについては、まあ、違うよね、と。領地し得るべきでいいんです。領地し得るべき状態で足ります。で、次に、え、え、未成年者 A と契約を締結した B が、A の法定代理人 C に、え、追認するかどうかを聞きました。え、追認するしないって聞いた。 で、この場合に C が、その期間内に格闘を発しなかった場合には、はい、えー、その契約を取り消したものとみなされるということですが、はい、えっ、ー、と、結論としては、えー、取り消したものとみなされるのではなくて、えー、これは追認したものとみなされます。えっ、ー、と、ね、これはですね、ちょっと触れておくと、えっ、ー、とね、20条です。これもあの、またやる問題ですが、えー、ちょっと細かいとこですが、行為能力については制限、 行為能力者についての最高権は20条1項にあってで、なかなか見る機会ないので、えー、確認しておくと、まあ、とりあえずどっちかしろって言うんですよ。で、この場合に格闘を発しないときは追認したものとみなされるんですよね。とこの20条1項をもう一度確認をしておいていただければと思います。まあ、今回は、えー、単純にそこの部分を確認しておいていただければと思います。 もう一回20条1個を確認すると、まあ制限行為能力者の相手方は、制限行為能力者が、あ、でごめんなさい。これは1個は制限行為能力者がごめんなさい。えー、言い間違いです。えー、行為能力者になった後っていう話ですけれども、えー、2個ですね。ごめんなさい。2個。えー、これは行為能力者になった後に再告した話で、20条2個を見ていただけると、相手方が制限行為能力者が行為能力者にならない間に、法定代理人等に対して、 再告をした場合これを格闘を発しないときも公団と同様とするということですですから結局追認したものとされるということですねですので今回取り消したものとみなすというのが、まあ、間違いということになりますいいですかねということで一応原則論をここはまあしっかり確認しておくといいかなと思います まあちょっといくつかこの辺のところはまた説明で出てくるので、えー、講義の中でちょっとやっていきますが、とりあえず20条の1項2項の話です。えっ、ー、と、これ取り消したものとみなされるんじゃなくて、追認が犠牲されるってことですね。だからまあイメージとしては、この、まさにこの問題文通りです。あの、相手方はこれ未成年者に対して契約を結んだ人がいたら、法廷代理にこれ追認するのしないのって聞くわけですよね。で、それでまあ返事なかったらどうなのってう話です。で、この時には、え、追認。 があったものと考えるというのが一応回答ということになります。まあ、一応これ追認ですね。一応正しい答えっていう形でこれ追認直しておけばいいです。で、次です。はい。心理留保93条は過失のある善意の第三に対抗することができない。これは間違いなくあってましょう。善意のみで OK です。善意のみでケ、OK、ーです。で、最後 A ですね。 絵を見ると、今度は、作語による意思表示がありました。はい。えー、作語が表意者の重過失によるものであった。ということは、これ、例外場面だよね。作語が重過失であった。じゃあ、例外の例外ですけれども、はい、ありました。同一作語ってことは、これは共通作語に陥っているってことになりますから、えー、例外の例外で取り消すことができますよね。いいですね。えー、これ、例外の例外の場合です。九、えー、95条3項2号で、まあ、結局、共通作語だから、例外の例外なんですよ。 ということは、例外の例外で取り消すことができるになると。まあ、いうことですね。そして最後。相手方に対する意思表示で、第三者が脅迫。もうこの時点でもう、もう明らかにおかしいっていうところになればいいね。えー、第三者が脅迫を行った場合は取り消し制限かかりません。じ、自由に取り消せますから。ということは、えー、今回はこれ丸になるね。意思表示を取り消すことができるで、脅迫だから OK です。第三者脅迫というのは、えー、制限かかりませんからね。 まあ一応この第三世強迫については96条2項ではないってことですね。えー、まあここのところもまあ。では、まあちょっとぐちゃっとしてごめんなさいね。えー、96条2項ではないよと。 あそうすると、意思表示全般に関する問題について、ここまでやりましたけれども、ある程度ね、パッとできる問題が多くてあると思いますので、ちょっとどんどん確認していきましょう。少しあの問題については、は代理に入っていきます。代理の問題についてもできれば、ちょっと触っていきたい。ちょっと3問ぐらいちょっと触ってからちょっと休憩をれましょう。では次、34問。ここからはま代理です。条文しっかり押さえていく問題多いです。代理に対して意思表示をした者がいて、本人に対する意思表示であることを示したときは、 え、代理人において本人のために受領することを示さなくても、え、その意思表示は、え、本人に対して効力を生じる。なんか日本語がすごく変な、え、問題ですけど、あの別に、あの、代理人が、ごめんなさい、相手方が今回、相手方が代理人に対して本人に対する意思表示だよって示せた場合には、別に代理人がね、本人のために受け取りますなんて言わなくてもいいですからね。え、これはもう普通に、え、本人に対して効力を生じます。これはまあ読んで字のごとくという感じになります。え、一応、 99条の問題ね。十、え、九、ー、条の問題ですから、えーまあ、不安な方は99条を確認しておくといいかと思います。直接にその効力を生じる。別にあの、受領ってこと言ってないでしょ、何も。その、意思表示について本人のためにすることを示せば本人のために効力を生じるっていう話でしょ。というか別にこの受領を本人のために受領するってことは全く求められてないので、えー、特にこういうふうな示すことは必要ありません。 では、いい行きましょう。はい。代理権は、えー、代理人が抗原開始の審判を受けたときには消滅する。えー、その通りです。えー、代理権共通の消滅原因の一つになりますよね。えっ、ー、と、まあ、念のため、これ条文忘れてる人は、111条にあります。本人の死亡ですよね。まずは。本人が死亡した場合、えー、それから代理人の死亡破産後原。<laughs> いいですね。えー、代理人の死亡破産後原。で、えっ、ー、と、 一応ここまでは大丈夫ですかね。で、なおですけど、これね、あの、口頭になるけれども間違えちゃいけないんでやっとくと、代理権共通の消滅原因は、本人の死亡え。で、代理人の死亡破産後件任意代理だった場合には、それプラス委任、委任の解除ですから、いつでもできますからね。いつ委任の解除と、あと、本人の、えー、破産も入りますからね。 えー、そこは大丈夫かな。あの、言ってみれば、これ、通常の一般的な代理権っていうのは、えー、本人の死亡のみなんだけれども、任意代理になると、死亡破産まで入るからね。あの、本人の貢献だけが違う。本人の貢献だけが消滅しない。っていう形になるので、ちょっと確認しておいてください、ここはね。では、えー、今度は意思表示の効力がある、えーえー、意思表示の効力がある事情を知っていたことによって影響を受け入れが合い、事実の有無は、これ、いいですね。代理なんだから、代理人基準だからね。 本人の選択に従って本人または代理人で行われるというふうになるけれども、まあ、いわゆる、ね、あの意思表示の瑕疵とか善意悪意とかそういったものはすべて代理人基準ですから、えー、原則と101条の1項2項ですね、まあ、これはもう代理人基準で考えるのが原則ですですのでまあ上発とで今度は代理権を有しない人がいました 代理権を有しない者がした契約を本人が追認したつまり無権代理で追認した場合どうなるか追認したときからではなくて訴求項ですえもこれはもう基本問題追認したときから将来に向かってではなくて訴求項になりますから116番契約時に訴求しますでそしてえこれ追認の効力ですからねで最後え代理人が 本人の指名に従って、えーまあえー、副代理人の選任をしたときは、その選任監督について本人に対して責任を負わないが、えー、副代理人が、えー不,えー、と不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し、または副代理人を解任することを起こったときは本人に対して責任を負うとされていますが、これは正直問題としては、ほぼ没問だと思ってください。えー、ほぼだだと思っってくださいいここれ改正前こういう規定があったんですよ 改正前こういう規定があったんだけれども、現在こういう規定がありませんっていう問題なので、ちょっとこちらの方はあまり気にしなくていいです。解説にあたっては。えっと、このように、改正前はこういう条文がありましたけど、今はこの条文はなくなってますというね、そういう問題になりますから、ちょっと尾についてはちょっとこれ復習するときはあまり気にしなくていい話です。ということで、これいいかな。じゃあちょっと代理、あの、一般的な問題見ましょうか。 えー、あから順番に、一緒にちょっと丸かつか判断しましょう。えー、A の代理人として土地を購入する権限を与えられた B が、えー、C との間で高土地の売買契約を締結した。ですね、ここまでは。えっ、ー、と、B が代理人、あ、つまり、B が代理人ってことですよね。で、で、この B の従業員、D に命じて、売買契約書に A 代理人 B という署名をさせた場合でも、AC 間に売買契約の効力が生じるという問題ですが、えー、これ、まあ、あくまでもこれ単なる、 あれですよね。この B の従業員 D に命じてやってるってことは、これ B がやったものと考えていいよね。あの、いわゆる、あの、もともと B が代理人なわけで、で、それで自分の手足となっている、いわゆる、まあ、ま、利口補助者とか、もしくは、場合で死者みたいな感じですよね。えー、まあ、もっぱら B の手足となって D はやっていることになりますから、まあ、従業員 D が、このように A 代理人 B というふうに書いたとしても、これは B が書いたものと考えて構いません。えー、がって、問題ない有権代理になるってことかな。 では、いい。はい。A の代理人としてえ、土地を購入する権限を与えられた B がいると。で、A の許諾を得て、副代理人 C を選びました。で、副代理人 C を選んで、で、そして C が D との間で、高、えー、土地の売買契約を締結した場合、C が D に対し、A のために売買契約を締結することを示しただけで、え自らが副代理になることを示さなかったときは、売買契約の考慮が生じない。え、これも、えー、さっとやります。副代理が出たときのキーワード。 副代理人は本人の代理人です。今回は A が本人で、B が代理人で、C が副代理人になってるわけですよね。で、副代理人ってのは代理人の代理人ではありません。もう副代理人は直接 A の代理人になります。ですから A に対する懸命のみで足りますからね。ということで、もうここは、あの、その知識だけ解ける。結局副代理人ってのは、 一発で代理人の代理人ではないと代、まあ、代理人の代理人人のではないですよと、まあ、いうことを押さえておきま,すまあとにかくこれは本人の代理人ですからそうするとこれでいいんですよ。C が D に対して本人のために締結すること示しただけでこれでも本人の件名があればもうこれで件名としては OK です。 ととと。いいいうことがまあ示せればいいかなとで次に、はい、A の代理人として土地を購入する権限を与えられた B がいるとで C の B に対する詐欺により <laughs> 騙されちゃったんですよね。ということが基本的に A は取り消すことができます。これは101条代理人基準ですから詐欺取り消しになりますよね。えー、代理人が騙されたということですから、えー、単純に101条の問題で1項2項で、えー、これ取り消すことができますということですね。まあ、いつま代理人基準の問題です。 キーワード的にやっていきましょう。で、次に A いきます。はい。A の代理人として土地を購入する権限を与えられた B がいて、C から高土地を売却する権限が与えられてえ、C の代理人にもなり、ということはこれ双方代理だね。えー、この、まあ、この A および C を代理して契約を結んだってことは、双方代理を行っています。で、双方代理は基本的に無権代理と見なされることになりますので、えー、例えばこのようにあらかじめ通知したっていうだけでどうこうなるわけではないです。 で、もし忘れてるならば必ず言えておかなきゃいけないのがどういう時に例外があったか。双方代理は108条。確認これ絶対しといてね。履行行為と許諾がある行為で。債務の履行と許諾のある行為だけが例外的に OK です。そうすると今回は債務の履行じゃないよね。土地購入だから。普通に売買契約を結んでるから債務の履行ではないので、108条の1項の問題で、まあ一応これリマインドで書いておくと、 債務の履行は本人のこれ許諾ね、通知じゃだめですよ、通知は許諾受けてないからね、ただ単にあの今回の場合だったら、許諾の方ですね、債務の履行または本人の許諾、これがない限りはえ無権大になると。最後にお え、A の代理人として土地を買う権限を与えられた B がいる。懸命せずに C との間で、えー、土地の売買契約を締結した。つまり、懸命してません。で、B が A のために、えー、売買契約の締結することを C が知ることができたときは AC 間に売買契約の効力が生じる。えー、これも条文しっかりやっとこうね。100条ね。もう条文の文言です。懸命なかったら原則本人に効果結束しないんでしょ。 だけど、相手方が悪意有価質、まあ、言ってみれば知ることが、知っていたり知ることができたときには、えー、本人のために効力生じます。えー、ですので、これ100条の、えっ、ー、と、正し書きですよね。まあ、この辺ちょっと忘れてる方はもう一度確認しておいてください。えー、基本的に件名がなければ、本人には効果帰属しないんですよ。いや、ね、件名がない以上は。 だけど、相手方が代理行為であることを知ってるか知,知るべきときね、悪意価稼だった場合には、えー、この時には、懸、え、命、ー、がなくても本人に効果帰属するというやつです。はい。じゃあ、ラスト。えー、この36号をさっと見ておきましょう。えー、無権代理の相手方は、 えー、代理人が代理権を有しないことを過失によって知らなかった時であっても民法上の無権代理の責任を追及できることができる場合がある。で、まずこれ結論は丸なんで後でやりましょう。この、ちょっとこの全部やってから戻ります。えー、117条の問題だよね。 117条の2項の問題で、まあ、無権代理の責任追及についてどういう人ができるかという、まあ、担当っぽい問題ですのでこ,こ,この後やります。でさっといきます代理権は貢献開始の審判を受けたと消滅するでこれはもう丸で、ねえー、消滅自由。 で、青年後見人はやむを得ない自由があるときなければ、副代理の選任することができない。えー、これは罰。なぜならば、法定代理人の副代理選任はいつでもできますからね。事故の責任で,できます。これは条文確認しといてください。105条。えー、これは担当っぽいところですよね。法定代理人は事故の責任でできるんです。で、ちなみに、任意代理は本人の許諾がやむを得ない自由です。つまり、今回は青年後見人は法定代理人ですから、 法廷代理人なんで、もちろんこれ、責任は負わされるけどね、事故の責任でっていうところで、それによって生じた損害とかがあれば責任は負わされるけれども、少なくとも法廷代理人は事故の責任で副代理人選任できます。で、一応 CF で書いておくと、任意代理人は許諾またはやむを得ない場合。 で、どうしてかっていうこともやっておきましょう。えっ、ー、と、要するに任意代理の場合には信頼関係に基づいてるんですよ。信頼関係に基づいて、えー、代理権を授与してますから、勝手に副代理に選任すること想定されてないんですよ。えー、要するに、えー、ただ法廷代理にはもう法律の規定に基づいて代理人やってるから、別に自分の責任で、えー、副代理に選任してもいいんですよ。ただ任意代理の場合は、その、 え、当事者間の信頼関係みたいに基づいてやってるから、勝手に副代理に選任できないから、本人の許諾があるか、もしくはもうやんごとなき事情がなきゃ、やむごとなき事情がない限りはできないと、まあ、されてます。で、最後、え、で、今度は委任による代理人がやむを得なき自由によって副代理の選任した。ということですから、これは副代理人を選任した場合、副代理人は必要と、えー、認められる費用を支出した時でも、本人に対して直接償還請求ができない。えー、これはもう罰で、 副代理人は本人の代理人ってことが分かっていれば、本人に費用償還請求できるはずだよねっていう、これはもうその場で考える問題です。本人に対して直接の、えー、やっぱり代理人の権利義務を負います。一応条文上の根拠としては106条2項で、本人に対して直接の権利義務を負いますから、そうすると、まあ、先ほどの話とちょっと重複しますけれども、副代理人っていうのは本人の代理人だよと。 ですから、もちろん、副代理人が何か費用支出したっていう事情があれば、副代理人が費用支出したんだったら、副代理人は本人に対して直接金払いって言ったって構いませんからね。で、最後、O。はい。A の代理人 B が C の詐欺によって売買契約を締結した場合。ということは、これ第三詐欺だね。ということは、B は売買契約を取り消すことができるが、A は売買契約を取り消すことができない。とありますけど、これも同じ代理人基準ですから、普通に A が取り消していいですからね。効果帰属先である A が。 ですから、これがもうそもそも間違いということですね。まあ、この後半が違うでいいと思います。えー、いわゆる第三詐欺があった場合、基本的にはだまされた方が、えー、詐欺取り消しできるわけですけれども、まあ、基本的には、えー、詐欺によって売却権が締結された。あごめんなさい、これ、えー、と C が何者かが分からんのか。まあ、これ C が相手方かなごめんなさい、これ、オア。ちょっと私の言い間違い。 えー、は、これ C が相手方っていう前提だったら、要は、相手方が騙してきたってことです。おそらくこれ、問題文がちょっと親切じゃないけど。ということは、A の代理人 B が C から騙されて契約を結んだら、代理人基準で A が取り消せるよってことですよね。ということですから、普通に、えー、罰と。もう101条の1項2項ですと。 ま、代理人基準だよという感じで回答していけばいいと思いうことになります。で、まあ、代理の問題も入ってきましたけれども、大体こういう風な形である程度、え、出題されているものっていうのは重複しますんでね、え、どんどん見ていくことにいたしましょう。じゃあ、それではちょっと、え、休憩を挟みまして、休憩後、え、できれば代理に関する問題を次々進めていって、まあ、次回、え、のところ、ま、次回またね、あのー、この先のところを進めていけるようにやっていくことにいたします。はい。じゃあ、それでは、じゃあ一旦ここで休憩します。 それでは、引き続きということになりますけれども、代理のところ、まあ、特にあの、まあ、論文対策なんかで代理はね、ある程度馴染みのあるところだと思いますので、そこのところ、地方面の知識も含めて確認していきますが、とりあえず第36問で一応知識面確認しておきたいことが一つあります。このあの足、あの無権代理の相手方が、要するにどういう時に無権代理の責任が追及できなくなるかっていうやつです。で念のためこれは確認しておくと、 あの、117条2項の規律っていうのは結構複雑で、無権代理2種類に分けるんですよね。その、無権代理って自ら知っている悪質な無権代理と、無権代理であることを知らないで結果無権代理だったっていう、ま、そこまで悪質じゃない無権代理に分けるんですよね。そうすると、えっと、ごめんなさい。ちょっとふにゃっとしちゃったんで、えっと、ま、無権代理。知っている場合と、 まあ、つまりこれ、自らね、まあ、ちゃんと書くと、つまり無権代理人が自らが無権であることを知っている場合と知らない場合で分けるわけですわ。で、そうすると、まあ、こっちは悪質なやつですよ、上はね。もう無権代理だって分かっておきながら無権代理やってるような悪質なケースであるならば、できるだけ広く無権代理の責任を追及を認めるべきだっていうふうに働くわけですよ。ということは、善意であれば OK なんです、こっちは。 こっちは、相手方が善意であれば OK です。まあ、これよくあの、入門なんかでも話しているけど、バランス感覚ですよ。つまり、無権代理人が自分が無権代理って分かってる悪質なケースだったら、できるだけ無権代理の責任は広く認めていいだろうと。したがって、相手方は善意であれば、無権代理の責任を追求しちゃっていいと。つまり、相手方善意のみで OK なんですよ。で、えー、このように、無権代理だって知らないケースは、やっぱり無権代理人、 の側も、やっぱり一定程度やっぱりやむを得ない部分もあると。ですから、無権代理の責任追及の範囲は狭めるべきで、そうすると、相手方は善意無過失まで必要になるんですよね。無過失まで必要になると。で、これが117条2項の規律なんですよ。で、それをなんかごちゃごちゃとね、条文書いてあるの <laughs>。なので、結局、ポイントになるのは、もう、悪い無権代理人は、 え、要するに相手方が善意ならば無権代理の責任を追求される。で、まあ、そんな悪くね無権代理人ならば、相手方が善意無過失じゃない限りは追求されないと。まあ、いう形で無権代理の責任範囲を変えている。そうすると、まあ、あの足っていうのは結局何なのかっていうと、え、要するに過失があった場合でも、いやね、過失があった場合でも無権代理の責任を追求することができる場合ってのはまさにこっちなんですよね。この、自らが無権代理人だって知っているようなケース、こっちの場合には過失があっても、無権代理責任を追求可能ですので、 ですので、このあの足っていうのは、一応丸になり得ると、まあいうことになります。まあ一応この二つのルートっていうかね、この二つのなんか規律みたいのは、あの、正直ね、担当はもう条件反射みたいなところあるから、あの、さっとまあ頭の中でイメージ湧くようにしておいてください。もう反復で、やっぱ担当反復っていうのはそういうところなんですよ。 その、ま、なんか問題文たくさん慣れてくると、どん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 処理能力上がってくるので、え、1問2分でね、本番得点になると、え、ま、そういうところはね、なんか、さっとなんか問題の取材も掴んでいくという態になります。では、それでは、え、早速ですけど、次行きましょうか。え、第37番から、え、どんどん行きます。はい、まず、え、あと足。はい、特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為した場合、え、この特定の法律行為を委託すると言われた時点でもうピンと来てください。101条3項ね。え、例外的に本人基準になる場合です。 例外的に本人基準になる場合ですその時は本人は自ら過失によって知らなかった事情について代理人が知らなかったと主張することができないというのはこれはまあそのまま丸になってくるところになります、えー、とこれはもう担当のキーワードでこの特定の法律公用することを委託された代理人という言葉が出てきた時点で101条3項で例外的に本人基準になるやつです え、原則としては意思表示の瑕疵とか、ま、そういった過失とか善意とかそういったものは全部代理人基準なんだけど、え、101条3項がの要件ですよね。この特定の法律行為をすることを委託されて行った代理人については、ま、例外として、本人基準になるよね。ということは、え、ここに書いてある通り、ま、本人が知らなかったという事情について、え、代理人が知らなかったという主張は許されませんってことです。で、次に、意。 はい、えー。権限の定めのない管理には、保存行為をする権限み有する。えー、と、これはもう間違えちゃ絶対いかやつ。百、えー、103条に規定されていますが、えー、これは口頭になりますけれども大丈夫ですよね。えー、権限定めのないことができるのは、まず一つはこの保存行為。もう一つは、物または権利の性質を変えない、えー、いわゆる管理行為。ですよね、えー。物または、えーまあ、い利用改良行為ってことになりますかね。あの、条文の文言に従うと。 えー、物または権利の性質を変えない程度限度での、えー、利用改良行為もできますよね。で、次。はい、う。はい。相手方が代理人と通報して、えー、売買契約の締結を仮想した場合、相手方は、えー、本人が通報拒否表示を知っていたか否かに関わらず、えー、売買契約の無効を主張することができる。えー、まず結論は罰なんだけど、これ結構難問でした。えー、どういう問題かというと、相手方と代理人が通報するケースなんで、このうの足についてはよくあるのが、こうですよね。 通報していると。で、これ本人で、本当は本人代理人の関係なんですね。要するに A の代理人がいて、まあ、A が本人で、A が本人で B が代理人で、で、BC 間でこれ相手方と通報しちゃってると。で、この時判例はどういうふうに考えてるかっていうのをちょっと確認します。 えー、判例が考えているのはこの場合、えー、BC 間でこうやって、ね、本人を騙す目的で、えー、代理人と相手方が通報している場合はもはやこの B は A の代理人ではないというふうに判例は考えている、えー、つまりこのような B っていうのはもはや代理人を騙すようあ本人を騙すものは C のグルなんだっていう発想ですよね これ古い判例だけど、つまり、もはやこれのやつは代理人でも何でもないと。もともとは A の代理人なんですよ。A の代理人ではなくて、もはや C の下と評価できる。従ってどう考えるかっていうと、これをこうやって見るんだよね。A と、まあ、B は死者ですから、こういう直接の意思表示って考えるんだよね。この辺、ね、ちょっと不安な方は入門講座とかでは大体、 ま、判例として出てくるものなので、ま、あくまでもこういう風うな形で B は死者で C と A の直接の意思表示だと考えると。で、大体騙しているわけですから、C から A の、のが判例でしたね。これが判例の立場です。 ですから、心理流法と捉えるから、A が悪意だったり、悪意有価質の場合はダメだよね。A が、まあちょっと93条1個の問題になります。だから結局、要するにこの A の代理人 B が、まあ一応代理人が、B が C と通報して A をお互い騙すみたいなね。こういうまあ C が一目、A の代理人である B が、え裏切って C 側についてこういうことをやってる時というのは、もはや、判例が言ってるのは A の代理人とはもはや評価できず、C の死者なんだと評価される。 そうすると結局 C は死者だから A から C に直接93条1項の心理療法をやってるんだと。まあいうふうに考えるのが判例の立場でしたよね。でそうすると心理療法の、えー、規定通りの、えー、結論が出てくるはずです。そうすると心理療法っていうのは相手方が悪意有拐者だった場合に限り無効になりますということです。だから原則有効なんでしょ。ということは、えー、ここの部分ね、えーと。そうすると結局ここっていうのは えっと、どういうふうに書いていくかというとですね。えっと、A が、善意無価値か。ということになりますよね。悪意有価値なら無効ってことになあ、ごめんなさい。ぐちゃぐちゃしてる。というような感じで心理療法の規律になってきます。ということは、そのうの足については、 え、この、無効主張することができるのは、知っていたか否かに関わらず、無効主張することができるのではなくて、え、ここは、相手方が全員無過失であればですね、ま、A か。本人が、えっと、口当たですね。本人が全員無過失であれば、えっと、有効ということになりますよね。 とということはまあ悪意、有価質ならば無効だよね <laughs>。なんで、ちょっとごめんなさい、これ書いちゃってそっちの方がいいな、これ。ごめんなさい。一回これ書いちゃってごめんなさい。悪意、有価質ならば無効です。書いてしてすいません。そっちの方がいいな。悪意、または有価質。すいませんでした。こっちの方が多分いいよね。この問題にそうよね。 ということになります。ということで、ちょっと、右の足については、じやや複雑な判例でしたので、もし忘れてる方はね、確認しておくといいかなというところです。で、次に、えー、絵については一瞬で終わり、補佐開始の審判で代理権は消滅しないね。えー、貢献です。えー、ですので、A は、えー、違うと。で、次に、えー、 お直し行きますからね。えー、代理人が相手方と売買契約を締結した後、えー、代理人が制限行為能力者であったことが判明した場合であったとしても、えー、本人は、えー、当該売買契約を、えー、行為能力の制限によって取り消すことはできない。とありますが、これ条文一発で書いてありますからね。えっ、ー、と、102条です。えー、制限行為能力者も代理人になれるんですよね。えー、これ102条。 これもし忘れてる方は結構手薄になる条文かもしれませんので、えー、代理人っていうのは別に制限行為能力者であってもやることはできます。で、ただし、制限行為能力者であることを理由の取り消しができない。っていうことになりますから、ここにある通り、えー、代理人が制限行為能力者であるということが判明した場合であっても別に代理行為自体は、えー、代理人としての行為は別に有効だし、えー、そして、それを取り消すことはやっぱりできなくなります。これ102条をビシッと言いしましょう。では次の38番。 え、これちょっと事例っぽくなりますけれども、A の代理人 B が代理権の範囲内で、え、A のためにすることを示さずに、けん、あの、懸命してないと。で、懸命していないということであれば、え、原則としては本人に効果帰属しません。ただし、相手方が悪意有価質ならば本人に効果帰属しますよね。ということは、え、これは101条正し書きの問題ですので、えー、知っていたのなければ、これ有価質でも OK だよね。え、これは有価質でも OK ですよね。 百条正しがきとということになりますそうするとなんとなくあの全員無過失の,とかの話とかってやっぱり結構正確な理解聞かれてるよね、えー、今回の場合は、えー、これはあれですよね百条正し書きの問題ですから相手方が代理行為であることについて悪意または有過失だった場合には本人口座寄起訴しますで次に A は BC からあらかじめ許諾を得た場合双方代理契約を結ぶことができますこれは1801個 え、念のため復習です。許諾を得た場合と債務の履行行為。これについては、双方代理自己契約はできますよね。はい、う。はい、委任による代理人が、本人の指名によって、副代理人を選任した場合、えー、ということですね。えー、代理人は、え、不適切であることを知っていたとしても責任を行う。これも、えー、これはツで一応括弧にしちゃっていいです。かつてはこういう条文があったってだけのやつです。さっきやったやつ。かつては条文があったけど、今はなくなってますってだけなので、これは、あの、復習するときはかなり適当にやっちゃっていい。で、えー、 法廷代理人が、えー、やむを得ずですね。えー、やむを得ない自由があるため副代理人を選任した。という場合、えー、代理人は本人に対して副代理人の選任監督についての責任を負うと。絵はこれ丸です。えー、つまり、法廷代理人は原則として全責任を負います。これは105条を確認してください。105条にある通り、法廷代理人はいつでも、えー、代理人選任できるんですよ。副代理を。だけど、全責任を負わされるんですが、法廷代理人でやむを得ず選任せざるを得ないとき。このときは、責任の範囲が限定されるんです。 えなので、念のためちょっと確認しておくと、ここまとめますね。任意代理人は、まず確認ね。任意代理人の、まず副代理人選任できるときはどういうときかっていうと、任意代理人は本人の許諾を得たときかやむを得ないときしか選任できない。で、そして副代理人が何かやらかしたときの責任は、通常任意代理の場合には委任契約の内容によって決まります。通常の債務不履行になります。この104条ね。104条で、 任意代理人っていうのは副代理人に選任するときは、本人の許諾、またはやむを得ない自由に、場合のみ、副代理人が選任できて、で、副代理人が何かやらかしてしまったときの責任っていうのは、これは委任契約と内容で決まってきます。で、法定代理人の場合は、いつでも選任できます。事故の責任で。ね、いつでも選任できます。じゃあ、責任の範囲はどうなるかっていうと、ま、いつでも選任できる代わりに、全責任を負うのが原則です。ただし、 やむを得ない副代理人専任人の時には、専任人監督の限度にとどまります。というのが、この副代理のルール。ということです。つまり、105条にあるとおり、原則は全責任なんですよ。ただし、例外として、やむを得ない場合については、 責任が限定されると。まあ、これは副代、あの、法廷代理人ですから、まあ、きちんとこの、法廷代理人で、で、今回この、やむを得ない場合には責任が限定されますということを聞いてた問題ってことになります。えー、まあ、原則としては法廷代理人は全責任を負うってことは確認しといて。で、まあ、この、やむを得ないが自由があるために副代理人を選任したってことになりますから、今回は、この例外の場面として、 えー、専任監督についての責任のみを負うというのは、これは105条で、えー、書かれている通りということになります。えー、もう一度ここはしっかりね、あのー、復習しておくといいと思います、えー。あと、あの、繰り返すけれども、専任できる場合どういう場合か本当に聞かれるからね。あの、任意代理人の場合は、さっきもう繰り返して同じになっちゃうけど、えー、許諾またはやむを得ない場合で、法定代理にはいつでもっていうね、そこのところは、まあ、とにかく聞かれますから。あとは今回責任の範囲ね。えー、法定代理の責任の範囲が、原則全責任を負わされるわけです。 だけど、例外があるよっていう場合です。で、次に、えー、無権代理人は本人の追認を得られなかったとしても、えー、事故に代理権があると過失なく信じて行動したときは、相手方に対して履行または損害賠償請求を負わない。えー、これは、えー、論文の問題です。無権代理人の責任は無過失責任です。えー、無権代理人の責任は無過失責任ですから、このように、無権代理人がね、過失なく信じたとしてもダメですよ。えー、いわゆる117条一項責任っていうのは無過失責任だよっていうことが抑えられてれば OK です。 え、昔責任だよってことが抑えられてればいいでしょう。まず、例外というとき、ちょっとあんまり字が綺麗じゃなかったんで、少し、例外って言って,ておきます。はい。じゃあ、それでは、え、どう今日は代理しっかりやり、やっていきましょう。え、第39問。今度は代理権の権限に関する問題。え、まず、あ、青年貢献人は、青年非貢献人の意思を尊重しなければならないが、え、いいでここはまあそうだろうなと。 え、で、その後、青年被貢献人の財産に対する法律行為を代理するにあたって、医師に反しても無権代理にはならない。えー、これはその通りです。えー、あの、基本的には、利益相反以外は無権代理になりませんね。えー、このように、医師に反する場合だったとても無権代理にはなりません。あの、基本的には、あの、利益相反に当たらない限り、広い裁量がありますから。いいですね。えー、無権代理行為に当たらない場合には、広い裁量がありますから、えー、無権代理になりません。で、次に、e、い。はい。えー、父母が共同して親権を行います。で、父母の一方が、 共同名義でこの、えー、子に代わって法律行為をしたとしても、その一、その行為が他の一方の意思に反していることを、その行為の相手方が知っているときには、他の一方はその行為の効力が生じないことを、えー、主張することができる。とあって、これはですね、条文がありまして、825条にこれ規定があるんです。父母の共同親権に関する条文。ちょっと細かいかなって気はするけれども、まあ担当だったらまあね、 え、出ても文句言えないだろうっていう問題で、え、825条で、え、父母の一方が勝手に共同名義でやっちゃったときには、有効なんですよ。原則。ただ、相手方が悪意だったときには、例外的に、え、まあ、無効だっていうことなんです。ですから、まあ、この場合ですね。え、この場合ですね。え、この場合は825条で規律があると。 え、ま、書いてある通り、えー、ここに代わってした場合に、共同で法律行為をした場合ですね。共同名義であった場合には、んちょっと待って、今さっきごちゃっとしたえー、共同名義で行った場合には、えー、っとす、すみません。そうすると、 あ、すみません。ちょっと私今言ったのす、すみま原則として有効だ、これは。ごめんなさい。えー、共同親権を行っている人の一方が、共同名義で行った場合は、825条に規定があるとおり、えー、その時には、えー、他の一方に意思に反していたとしても、有効と扱われます。つまり、お父さんお母さんのうちどっちかが、えー、もう共同で、片方の意思を、意思に反してね、例えばお母さんの意思に反してお父さんが共同名義で何か法律行為をやったと。まあ、そういう場合には、えー、その、その親権の行使っていうのは基本的に有効になります。 なので原則は有効なんですよでただ例外が相手方が悪意の場合です、えー、相手方がその相手の意思に反していることが分かっている時は無効渉ができるということになります例外は相手方悪意の場合の場合にはまあ無効になると、まあいうことになりますですから意の足をちゃんと見ておくと結局この部分の、えーと 規定で言うと、825条の正し書きの、えー、規定そのままになりますよね。えー、その一方の意思に反していることを相手方が知っているときには、えー、無効主張が可能になります。はい。そして、う。はい。えー、これ825条条文確認しておいてください。では、うの足。委任による代理人が、やむを得ない自由があるため、副代理人を選任した場合には、えー、本、副代理人はあくまで代理人としての法律関係しか許しないので、もうこの時代は罰です。副代理人は本人の代理人ですよね。 ですから、この時点でもう罰ということでいいと思います。はい。え、判例によれば、親権者がこの財産を第三者に売却する行為を代理するにあたって、はい。で、この時点で利益相反行為になるからがもう間違い。利益相反行為は外形的、客観的に判断されますから、適正価格での売却は利益相反になりませんよね。え、ですから、えはもう罰です。これはもう絶対に外しちゃいけないし要は、 神経者がこの財産を第三者に売却する行為なんだから、利益相反行為になることはないからね。まあ、言ってみれば、不動産を適正価格で緩和しているだけだから、別に、無権代理にはなりあ、あ、ごめんなさい、利益相反性はないです。つまり、外形説に立てば、え、これはま、不動産を売却する行為ってことは結局、1000万円の不動産を1000万の現金に変えただけの話ですから、え、当然子供と親との間で利益相反はありませんので、外形説からすれば、 利益相反性なしです。ないということです。で、えー、なので、もうこれもう罰なんですが、念のためちょっと触れとくと、第三者、が、これ、ごめんなさい。神経者がその子に損害をおぼし、え第三者の利益を図る目的優秀。これは代理権乱用の話ね。いいね。利益相反の話ではなくて、えー、これ自体は代理権乱用の107条の話ですからね。 になりますから、もう全く違う足です。で、最後。委任による代理人は未成年者でも良いが、まずこれは OK。1ー0二条聞いてるよね。えー、要するに制限行為能力者でも代理人やれますよと。で、未成年者のした行為は、法定代理人は取り消せません。これはもう、あの、未成年者が代理人やることはできるけれども、制限行為能力を理由とした取り消しはできないという代理の規定をそのままトレースすればいいということになります。では、次も行きましょう。えー、40番目。えー、代理人の権限。 はい。え、代理、え、売買契約を締結する権限を与えられて代理権をなった者は、相手方から売買契約を取り消す旨の意思表示を受ける旨の権限を有する。まあ、一般的にはそう考えられてるね。売買契約の締結に関しての権限がある人は、それに関する、まあ、売買契約の取り消しとか、そういったものも広く認められるとされてます。まあ、これはもうそういうもんだっていうふうに頭入れちゃっていいです。で、いい。え、青年非後見人が日常生活に関する行為ができる場合や、場合、この時に、 青年後見人は日常生活に関する法律行為について代理することはできない、これはまあ罰です。あの気をつけてほしいのは日常生活についてはこれは、ね、あくまでも取り消すことができないだけであって取り消すことがでできないだけであって代理権が否定されるわけじゃないからねあくまでもこの日常生活に関する行為については取り消せないだけです。 え、取り消せないだけなので、え、もちろん、あの、青年後見人っていうのは、包括的な代理権ありますから。え、859条1項の包括的代理権ありますので、別に日常生活に関する行為も全部代理できるからね。だから、なんとなく、うろ覚えの人を倒しに来てるね、この問題ね。 な、うろ覚えの人倒しに来てますよね。そのなんか日常生活の場合には、なんか成年後見人ができちゃうよみたいなこと言ってるからあ、あ、なんかそれっぽいなって言うけども、あくまでも日常生活に関する行為は取り消しの対象じゃないっていうだけであって、えー、その成年後見人の代理権というのは包括的にありますから、日常生活についても代理権行使することは全然可能ですからね。で、う、 はい。不在者財産管理人。これは、あの、正直なところ知らなかったら仕方がない問題かと思います。えー、この、家庭裁判所が選任した不在者財産管理人は、不在者を被告とする土地明け方請求訴訟の代審において不在者が敗訴した場合、家庭裁判所に国会を得ないで控訴することができると。まあ、いうことで、一応これは丸になります。で、ただ、いきなりこんなん出られると困るよね。なので、ちょっとここは拘束します。 不在者財産管理人って何者っていうのは、要するにもう、誰、もうどこにいるか分かんなくなっちゃってる人の財産みたいなのってやっぱり世の中あるんですよ。で、そういう、どこの、どこの誰、どこに行ってるか分かんない行方不明の人の財産っていうのはほったらかしにしておくと、荒廃しちゃうでしょ。だから家庭裁判所が不在者財産管理人という形で、えー、その適正な管理ができそうな人を選任するんですよ。で、特にこれは弁護士なんかが選任されることが多いです。 あの、もう行方不明になっちゃってる人がいて、その人の土地とか建物とかがもう、のだらしになっちゃってるんだったら管理してゃいけで、その規定っていうのが実は条文がありまして、28条にあるんです。で、これ覚え方すごい簡単なんで、え、ぜひ、これあの、得意にしちゃってください。不在者財産管理、25条から書いてあるな。え、25条以下に不在者管理があるんですが、基本的に、これは利害関係人の申し立てによって裁判所が、家庭裁判所がね、あの、選任するんだけど、28条で、 基本的に103条が、あの、問題になります。え、つまり管理人は103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは家庭裁判所の許可を得ることができる。つまり103条って何だったかっていうと、あの、権限の定めのない代理人がやれること。で、この権限の定めのない代理人ってことは、保存行為、物または権利の性質を変えない、えそういう利用改良行為。それらについては、裁判所許可いらないんですよ。 不在者財産管理人は裁判所許可なくても103条の権限の定めのない代理人の範囲のことはできる。それを超えたら火災の許可がいるっていうことが出てきます。で、これを覚えておくだけで大体で、ね、いくつか足切れるんですよね。不在者財産は。なので、出てきた時はこの人の権限っていうのは基本的には不在者の財産を管理することなんですよ。で、これは103条の範囲内だったら で、103の範囲を、ま、こういう話ですよ。で、この103条の範囲内のものについては火災の許可はいらず、103条の範囲を超えると火災の許可が必要になるっていう、そういうルールになってるんですよ。で、これが28条。ということは、この問題っていうのは、なんか、不在者財産管理人の知識はこれだけです、聞いてんの。あとはシンプルです。土地明け渡し請求で負けた時に控訴すること。 これは何行為でしょうか勝手に訴えられて敗訴した。敗訴した人が、えー、負けた後に控訴すること。というのはこれは一般的にどう考えられるかっていうと、まあ難しいところではありますけれども、おそらく保存行為に近いでしょうね。要するに負けて途中失うんだから。ということは敗訴したものを控訴することっていうのはこれは、えー、要するに現状維持を図る行為として、保存行為だから火災の許可いらないんです。 これは131号。という感じになると思いますので。 えー、まあ、す、ぬるっと答えとくといいかなというところです。はい、え、行きましょう。はい、今度は委任による代理人は、本人の許諾を得た時のほか、やむを得ない時でも副代理人を選任することができる。これはもうそのままです。えー、もう知識ですね。もう繰り返し言ってんじゃんって104条です。もう条文だけ見ておいてください。では次に、え、お。え、はい、個別に代理権の受験がなければ、えー、日常家事に関する事項についても、夫婦の一方が法律行為をすることはできない。これは論文そのまま761条、えー、日常家事代理権です。夫婦は当然に、 日常家事代理権は法定代理権で持ってますからね日常家事代理権っていうのがあってこれはまあ法定代理ですよねということになりますではここまでのところ大丈夫ですかね では次に41番、表権代理の方いきます。えー、表権代理の問題が3問ほどありますので、まずやっちゃいましょう。はい。えー、これ結構ね、あの、論文っぽい問題が多いので、えー、次々やっていきます。えー、まず最初です、えー。本人から登記申請を委任された者が権限を超えて、本人を代表し、えー、第3取引行為をした場合において、えー、登記不与の権限が 司法上の契約による義務を履行するために付与されたものであり、え第三者が代理権に権限があると信ずべき正当な理由があるときはえ、これは表見代理、110条の表見代理が成立する。まず、答えは丸ですよねえ。原則としては、これ、口頭になっちゃうけれども、確認しといてあの、いわゆる広報上の権限が基本代理権になるかです。で、今回はあくまでも登記申請ってことになるから、これ広報上の代理権ですよね。 これが基本代理権になるかって問題ですで。原則はならないんだよね。これ確認ね。原則はならないけれども、例外的に、まさにこれ、司法行為と密接になる場合、例外的に OK になりましたよね。まさににに今回はこののよように司法上の契約による、 義務を履行するために付与されているっていう事実関係がありますから、基本代理権、例外的に基本代理権になるよということになりますよね。では次に E の足。はい。原材料を仕入れる代理権を本人から付与されました。代理権を利用して利益を図ろうと考え、本人を代理して買い受け、転売して利益を着服した。ということはこれは107条ですよね。代理権の濫用の問題になります。 したがって、え、この、後ろ、権限外の規定が類似される、全部間違い。え、107条で規律されてますから、相手方が悪意誘拐出かどうかっていうことだけが問題になりますよね。で、う、はい、子が父から何らの代理権も持ってない。えー、父の代理人として相手方に対してお父さんの不動産勝手に売っちゃった。はい、すごいね、これ、これいつもの逆ですよ。あの、親が子供の財産を売ったんだったら、表権代理っぽくなるんでしょ。だけど、これは子供の財産が、あ、これね、子供が親のを売ったわけだから、何らの基本代理権もないからね。 いいよね、逆だったらそうなんですがこれは、えー、子供には何らの基本代理権ないです、えー、何らの基本代理権もありませんから表権代理が成立する余地はありませんそうね逆だったらいいんだけどね親権、えー、者だったら親権というのは基本代理権になるからね親権、えー、者の親権な基本代理権になるけれども子供が親のものを勝手に売ってるからね単なる無権代理でしょこれはということになりますで次に え、本人から、その所有する不動産に、低等権設定の代理権が与えられている。で、そして、その人が不動産を売っちゃいました。おということは、これ、権限外ですね。えー、権限外の表権代理です。で、そして、相手方が、えー、権限逸脱の事実を知り、知らないことについて過失があった時でも、転得者が善意無過失である時には、表権代理が成立する。えー、これ、絶対に外せないね。直接の相手方のみよ。 110条っていうのは、うことになりますよね。ですから、これは A は×になります。で、ちなみにですけど、転得者保護はどうやんのこれは、一般的に不動産だったら94条2項類推論で保護するんだからね。いいよね。転得者ですから。えー、少なくともこの表権代理の成立は間違いです。まあ、一般的に CF で、まあ、転得者については、 94条2項、110条の類推の問題です。ですね。まあ、転得者保護をどうやって測るかと。転得者保護をどうやって測るかって言ったら、94条2項、110条の類推であるわけだよね。で、次です。えー、次は日常家事代理権の問題ですけれども、はい、キーワードだけ拾いっていきましょう。日常家事に関する法律行為に属すると信じるべき正当な理由がある。これだよね。 え、日常家事代理権に110条の表権代理を成立させる要件っていうのは、代理権があることにつきではないんだよね。え、110条の趣旨を類推する日常家事代理権のキーワードは、もうほんとここです。日常家事だと信じる時期正当な理由があるときに対して、110条の趣旨が類推するんだよね。ということで、これはもうバッチリ丸ということになります。あの、この辺の問題はなんか見たときにキーワードね、あの、特にここは今マーカー引いたところ要注意ね。 あの、通常の表権代理のように、代理権があることにつきじゃないからね。いいよね。あの、有権代理であることにつき、員無過失ではなくて、日常価値であることにつき、員無過失だってことは、あの、問いが聞かれるからね。では次です。はい。えー、表権代理、等っていう感もうどんどん行くよ。はい。代理人が事故または第三者の利益を図るために契約をした。はい。濫用です。で、濫用事例の場合には、はい。悪意有過失だった場合に、えー、この時に悪意有過失だった場合には、 えっと、えっ、ー、と、無権代理になるんだよね。えー、原則として有権代理。原則として有権代理で、相手方が悪意有過失ならば、えー、無権代理になる。ということは、相手方に過失があったっていうことですよね、今回ね。相手方に過失があった場合には、えー、この時には無権代理とみなされますよね。ということで、これは、ま、罰です。えー、107条の、え、文言です。まあ、結構こういうのってしっかりやっておくと、 大体の条文は網羅されるんですよね。ですよね。107条は相手方が悪意有価質の場合には無権代理になる。まあ原則有権代理でね。原則は有権代理なんだけど、この相手方が悪意有価質の場合には無権代理とみなされますという、そんな事案でした。そんなえ条文でした。はい、じゃあいい。 はい。第三者に対して他人に代理権を与えたことを表示したもの。はい。もう1個、109条ですよね。えー、109条については、その他人に代理権が与えられていないことを第三者が知り、または、えー、過失によって知らなかったことを主張立証すれば、えー、責任を免れる。という問題で、えー、意の足は少し難しいかなと思います。これね、条文見てほしいんですよ。109条は、このね、悪意言善意無過失のところが、109条1個を正し書きになってるんです。 これちょっと知らなかったらおそらく気づかない問題で、109条と112条は、このね、第三者の主観要件が正し書きで立証責任転換されてるんです。本来だったら善意無過失っていうことが要件になるんだけれども、正し書きで立証責任が転換されてるんで、え、これですね。いいかな。そうすると、結局問題を見ると、第三者に立証責任が転換されて、まず、そうですね。 ん待って。えっ、ー、と、そうですね。ただし、第三者が悪意有価質だった場合には、表権代理は成立しない。というふうにされてるんですよ。いいかな。ということは、本来、表権代理の主張権者誰でしたっけ表権代理を主張するのは相手方だよね。ということは、本来、表権代理の主張立証責任は、表権代理の成立を主張する相手方が全部立証責任を負うんだけど、正し書きに該当することは立証責任転換されてますから、 その、表権代理を否定する本人に立証責任があります。ですから、本人が悪意有価質であることを立証しなきゃいけないです。で、これは109条と112条がそうなんですよ。で、110条は立証責任転換なし。ということで、ちょっとここはね、しっかりやっておいてほしいから。えっ、ー、と、一応、意の足については、ちょっとこっちの方にちょっと書いておくと、あの、ちなみにね、百えっ、ー、と、12条についても、過失の部分だけ立証責任転換されています。 109条についてはちょっとここはちょっと丁寧に説明すると立証責任という方立証責任の転換ということは本人に立証責任があるんです。 で、これはちなみに、正し書きですよね。あの、まあ、民事訴訟法でもやるけれども、立証責任の転換っていうのは、これは正し書きがついているものっていうのは、基本的には、被告が立証責任を負うんです。で、そうすると、えー、ちょっと話をちゃんと説明すると、表権代理の主張権者は基本的に相手方です。いいよね。表権代理というのは相手方保護の制度だから、相手方が全部立証するんです。だけど、この転換されている部分は、立証責任に転換されてるから、 表権代理を否定する側により立証が必要になる。とすると、これは相手方ではなくて本人が立証するってことになります。で、ちなみに110条は転換なしなんですよ。で、じゃ百112条はどうかっていう、112条はね、すごい気持ち悪いんだけど、過失の部分のみ立証責任転換されてます。112条のところは、知らなかったの部分は立証責任転換されてないんだけど、 えと過失によってその事実を知らなかったときはこの限りないということで、過失の部分のみ、立、え、証、ー、責任わりですでりすただ、試験対策としてここまでカバーするかっていうと、112条はマイナーすぎるかなっていう気がするんで、えー、私個人としては、109条と110条はしっかり押さえて,おいていいかな。 110条は正たし書きがないんで全部立証責任はあるとで今回はこの109条の問題を見ると、まあ、そうするとここですよね、えー、っと本人がとというここでです、えー、つまりこれ本人でしょこの国語的に見ると第三者に対して他人代理権を与えてみるの表示したものつまり本人がこれらを立証,勝利証するんですよ。 第三者が悪意有価室の部分を本人が立証すれば責任を免れる。ただから根拠条文は1九9条正し書きなんですよ。109条1項正し書きなんだけれども、まあ、ここの部分は、まあ、むかつくね、みたいな問題で <laughs> やっておくといいかなとあの、恐らく112条は、 おそらく聞かれるかって言ったら聞かれることはほぼないかなという気がしますんで、あの、少なくともこの理想席の転換が109条にあることは、これはもう一回出てるんで、29年で。ということは今後出たきには正徒率上がってくるから、ここはちゃんと理想席に転換があるってことは見といて。で、う、はい、今度は、え権限外の表権代理について、110条は、はい、え本人に過失がなかったときには成立しない。えそうですよね。全員無過失を要求しますから、あ、ごめんなさい、ちょっと待って。えっと、そうすると、えっと、成立、 過失がなかったときは、成立。待って、分からなかったですとえー、成立するよね。全員無過失で成立するわけだから、えー、これはそのまま成立することになりますよね。110条です。だんだんこのね、担当っていうのはそのね、頭の中でどっちでなんかごちゃごちゃって日本語がなってくるから、そこはしっかり押さえてください。えー、すると今回は相手方が信じたことについて過失がなかったってことは、全員無過失だった場合ってことですから、全員無過失だった場合には110条成立するよね。特にこれ、あの、 丁寧に考えればいける。で、次に、えー、代理権消滅後の表権代理についてです。で、これは相手方が代理人として行為をしたものとの間で、消滅前に取引をしたことがなかった時は成立しない。で、これはちょっと細かい、えー、ところですけれども、あの別に、あの、このようなことは言ってません判例は。あの、特段、その代理権の消滅前に取引履歴がなかった時には成立しないっていうことは判例は言ってなくてですね。 まあただ論文なんかではこういう見解結構有力なんですよね。えー、論文なんかで結構こういう見解有力なんだけど、少なくとも担当対策で言うと、え、とりあえず代理権の消滅後の表現代理の相手方っていうのは、取引履歴がないものであっても、元代理人だってことについての信頼があればいいです。つまり、元々代理人だったんだけれども、それが消滅したっていうことについて、員抜かしたらいいんでしょいいよね。ということは別に取引履歴があったかってことは必要ないの。つまり、代理人であったことを知ってればいいです。 つまり、まあ、端的に言うと、元、元代理人だったことを知っていればいいです。知っていれば、120以上の。まあ、百二十以上の対象になると。 つまり、具体的な取引まではいらないです。まあ、そこまで、ま、これ、と、書かなくてもいいかなと思うけど、まあ、このように、過去に取引があったかどうかっていうことまでは要求してなくて、ま、もともと代理人だったよってことを知っていれば、112条の代理権消滅後の表権代理の成立は認め得るっていうのが判例です。で、次に、お、はい、無権代理人は表権代理が成立することを理由として、無権代理責任を見と、まとなることができない。これは絶対外しちゃだめ。ね。あの、この表権代理の主張っていうのは、あくまでも、主張権者は相手方のみです。 です。えー、なんでかというと、表権代理は、えー、主張できるのは、の方がいいかな。あくまでも表権代理っていう制度は相手方保護のための制度ですから、えー、相手方しか、えー、その主張はできません、ということになってくるかと思います。はい、よろしいでしょうか。では次の、え、問題ですが、43番、え、の方を見ていきます。 えーまあ、ちょっと時間的に45ぐらいまでちょっとできれば、あの、ちょっと触らせていただきたいと思っていて。で、43番ですけれども、これは全部重要判例が並んでるやつなので、もしちょっと間違えてる方は、ここは判例しっかり見といてください。はい。まず、A が B に対して代理権を与えてないのに、代理権を与えた旨を C に表示し、ですね。えー、C に表示し、えー、B が A の代理人、えー、として、えー、締結した場合、 A は C が B に代理権がないと知っていたこと、または過失により知らなかったを立証しなければ、引き渡せばまだまだできない。まずこれは先ほど触れた109条の立証責任の問題です。これ109条の問題でしょということは109条正し書きの、まあ立証責任の問題ですよね。まあ立証責任の転換があるよっていう問題になりますから、そうするとここですよね、聞いてるのは。本人に立証責任あります。この、え 悪意または有価質の場合については、本人が立証責任を負うということになりますので、そうすると立証責任の転換ありなので、この A はのところが OK ってことになります。で、次に2番。A と B が通報して A の土地について売買予約がされた旨仮想し、そしてその後、仮登記をしたと。いいね。仮登記をした後、B が勝手に本登記にして売っ払っちゃったということは、 これ意思外形非対応型の94条条項を110条類推適用ですえ要するに仮登記は作られているんだけれども B が勝手に本登記にした上で売っ払っちゃったとっいうことになりますからそうするとこれというのは意思外形非対応ですよね意思外形非対応になるので94条2項と110条の判、まあ、例はこれ方位に照らしとかになるんでしょうね。 ですが、ま、94条2項110条類推になりますから、とすると、善意無過失でいいよね。え、善意無過失が要求されます。ということで、これも2番 OK。では3問目。はい、A と B が通防して、A 所有の土地につき売買ケアがされたもので仮想し、B への所有権移転投記をした後、B が高土地を C に売却した場合、まずこれは通常の94条2項類推論だよね。あ、これ、類推もいらないか。 94条2項の問題だよね。これ普通ね。これ通報休憩表示してるから。えー、通報しているわけですから、94条2項で、その時に A は、C が、えー、このように、AB 間の売買契約が虚偽表示であることを知っていたことを立証しなければ、えー、C に対して、えー、主張することができないとありますが、これは全員の第三者が立証責任を負います。 だって94条2項は全員の第三者に対抗することができない。で、この利益を受けるのは第三者の側ですから、94条2項の第三者、まず、これはまず、A のこの部分がツで、ちょっと民疎っぽくなるけど、94条2項の第三者っていうのは、誰が利益を受けるかっていうと、第三者が利益受けるでしょ で、基本的に法律要件分類説っていう民想のねあの、あの、いわゆる立証責任の考えからすると、自分が法的利益を受ける者が立証責任を負いますから、そうすると、まあ、正し書きがあるときは例外的にね、転換するけれども、そういう正し書きによる立証責任の転換がなければ、原則通り利益を受けるべき者は立証責任を負います。ということは、これについては、第三者に立書責任ありです。自分が善意だよってこと。 第三者に善意の立証責任ありですで。これはもう法律要件分類説の原則通り、えー。法律要件分類説の原則通りってことになります。いいですね。要するに善意の第三者が自ら善意を立証して、えー、自らが要するに権利主張っていうをするわけでしょ。 では次に、えー、4番です。ちょっと長めですけれども、これ有名判例がこれでしょ ?A が B に対し A 所有の高土地を売却する代理権がないのに、えー、勝手に B が所有権移転登記をした上で、税無価質の C に、えー、この高土地を売却した。で、そして A というのは、えー、B に対して重要書類を預けっぱなしで漫然と見ていたなど、えー、もう非常になんかね、えー、奇跡性の程度が、 自ら外観の作出、積極的に関与した場合は、これを司令が、あえて法置など同意するという重いとき、これ判例の事案だと、医師外形非対応の94条2項、110条類推型ですよね。ということで、これはもう判例の立場、で、もう有名な判例ですよね。九94条2項と110条の類推型になります。ということは、94条2項、110条、ま、やっぱり医師外形非対応です。これもね。なんか、登記に必要な書類を全部丸ごと渡しちゃったみたいですね。 で、ここにある通り、万全と見ていたみたいな落ち度がある場合には、これは一応、まあ、医師外系、非対応型にはなりますけれども、えー、94条2項、110条の類推の問題になるよね。ということで、こちらは、全、え、員、ー、無過失になるということになります。これも判例しっかり確認しておけばいいでしょう。では、さっとやって、あと2個だけ、えー、44条まで出っちゃいます。はい、えー、無権代理に関する問題です。 はい。A は見知らぬ他人である B 宅に侵入し、B の印象と登記関係の書類を盗み出し、それを用いて、B が A に B 所有の不動産を売却する代理権を与えた委任状を偽造した。えー、ということはもう完全にこれ委任状の偽造をしてます。で、B の代理人として不動産を売却する契約を結んだ。この場合、えー、表権代理が成立しない。ということですが、これ、どれにも当たらないよね。<laughs> 代理権の意思表示もないよね。 え、代理権の需要表示もないし、基本代理権もないし、代理権消滅もないから、これ結局10、109,110、112。いずれ、いずれでもないんですよね。なので、表見代理が成立する余地はないということになります。はい、次に2番。判例によれば、A の不信権者 B は、C からお金を借りるにあたって、A を代理して、A 所有の不動産 C に、いいかな C の B に対する債権を担保するために定当権を設定することはできないし、設定行為を追認することはできない。というふうになりますけれども、まあ問題としてはここね、あの難しいけど、ここはあれだよね。これは利益相反取引そのものでしょうあ、ごめんなさい、ちょっと待ってください。えっ、ー、と、これについては、えっ、ー、と、今回の場合は、えっ、ー、と、そうだよね。えっ、ー、と、 B に対するさ、自分の借金でね、これ。親の借金のために抵当権を設定しちゃってます。いいですかね。これちょっと2番丁寧に見ていくと、A が子供で B が親でしょ。で、そうすると、これ、親の借金のために子供の不動産低都圏ってます。この事案は。いいよね。えー、これちょっとさっと見ちゃいますけれども、A の親権者である B っていうのは、まあ、親ですね。親がどっかから金借りるときに、 A 所有の不動産に対してだから子どもの不動産に親の借金のための抵当権つけてますからこれ利益相反取引ですよいやねこれ A と B は利益相反しますよねまあこれ外形説に出すとねええ利益相反取引に該当しますしたがって 定当権設定することもできないし追認することもできませんということで回答は丸になりますよね、えー、これはあの特別代理権特別代理人の責任が必要だからねということになります、えー、と条文上の根拠としても、えー、一応やっとくと826条ね えー、親と子供の間の、えー、利益相反取引になっているわけですから、えー、今回は826条1項。まあ、言ってみれば、あのー、外形説に立ったときに、親の借金のために子供のて第三定当計入れてるってことに気づいちゃうわけです。えー、親の財、親の借金のために子供のて第三定当計入れてるんだから、これは利益相反取引に当たるから、勝手に設定することはできないし、えー、追認することも当然できません。そして次に、えー、代理権を有しないものが代理、 行為として契約をした場合、まあ、いわゆる無権代理だよね。無権代理が行われたときに、その契約のときに代理権のないことを知っていた相手方は、本人が追認する以前でもこれを取り消すことができない。えこれはすごく重要条文ですね。え無権代理の場合には、催告権と取り消し権がありますよね。え無権代理があったときの相手方にやることは、催告と取消し権ですが、取り消し権は無権代理を知ってる相手方は使えないからね。 いいねえー、無権代理を知っている相手方からすれば、無権代理って分かって買ってるわけだから、最国権はありますよ。えー、無権代理であることを知っている相手方っていうのは、最国権はあるけれども、取り消し権はないよっていうのが、まあ、丈の規律だよね。で、4番。はい、次に、えー、無権代理人が本人の追認を得ることができなかったときは、代理権の不存在につき、善意無可失の相手方は、えー、無権代理に損害賠償を請求することができる。えー、これは、善意無可失ならば必ずできますよね。えー、つまり、117条2項で、さっきあったけども、 無権代理人が悪質なケースだったら善意のみで足りて、無権代理人が、まあ、自分が無権代理人だって知らなかったケース、まあ、悪質じゃないケースならば、善意無過失ならば責任追及できる。ということは、どちらにせよ、善意無過失ならば責任追及可能ですよね。えー、善意無過失ならば責任追及可能ですよね。よってこれは丸と。で、最後。えー、判例によれば、A が B に代理権を与えないまま、A という名称の使用を許し、B が A の 取引であるかのように見える外観を作り出して取引をした。まあ A という名前使っていいよっていうことで取引をした場合、これが A に帰属することはないというふうにま言ってますが、これはねちょっと細かいですが、あの名称使用の許諾ですから、あのこれ内他氏人の累推適用が認められるとされてます。これ商人じゃないんだけどね。商人じゃないんだけれども、やっぱりあのこの自分の名称とか称号とかを使うことを許すっていうこれ。 あの、ま、あいたかの、商法14条の類推の余地はあります。あとは、ま、これ109条もあるね。これ判例が言ってるのは民法109条1項のような、あの、いわゆる代理権自重表示と同じじゃん、ほぼ。勝手に名前使っていいよってやってるから。えー、勝手に名前使っていいよっていうことになってますから、代理権自重表示の規定や、商法14条の、 まあ、いわゆるあの、ないたかしの責任の類推っていうのを判例は認めてますので、帰属することがないは間違いってことになります。で、最後ごめんなさい。時間かかっちゃいますが、最後この、もう45まで終わりにします。えー、さっとやっちゃいます。えー、本人が無権代理人に対して無権代理行為を追認した場合であっても、相手方は事実を知らなければ取り消し権を行使することができるということですけれども、はい、えー、これはあの、しっかり条文を使いこなしてほしい問題。えっ、ー、と、基本的には、相手方は事実を知らないと。 この時には、と、追認は誰にするのって話ですよ。えー、追認は、115条、じゃなくてごめんなさい。えっ、ー、と、11、えっ、ー、と、3条に書いてありますよね。あ、ごめんなさい、ちょっと待って。えっ、ー、と、113条2項。相手方に対してしなかったらダメなんですよ。ということは、相手方が知らない時には、追認対抗できません。まだ。ということは、事実を知らないってことは、113条2項で、えー、追認を対抗できませんよね。 ということは結果的に相手方の取消し権はまだあります。ということであります。あの、ポイントとなるのは、本来だったら追認したら取り消せなくなるんですよ。これはいいですよね。えー、相手方が追認した後は取り消せなくなるのは、えー、これは取り消し権については、あの、原則115条があるんですよね。 え、原則は115条があるから、追認しちゃった後は取り消しの対象にはならないんだけど、追認の効果は相手方が知らなかったら、それ対抗できませんから、追認があったってこと言えないんですよ。え、がって、もし仮に、今回ここでヒントはこれですよ。あの、担当の問題やるときに、復習するときにちょっと目をつけてほしいのは、この、これ見てなんか違和感感じてほしい。無権代理人に対して追認したってのは普通じゃないんですよ。相手方に対してしてないんだと。ということはこれ、追認の効果は相手には言えないからね。 ということは、相手方との関係では、追認なかったものと考えちゃえばいいですから。ということです。ではいい、いえー、無権代理の相手方は、本人に対して、催告をするんですね。です。これよくあるやつね。催告して放置されたら、追認拒絶とみなされますよね。ということで、追認したものとみなされるは間違い。えー、これはもう、114条の典型問題ですので、えっ、ー、と、まあ、大体の場合、あれですよね。 追認するしないって放置された場合、追認しないと考えるのが妥当だよねっていう、まあそういう話になってきます。で、これは今日講義でやったことなんで、整理しておいてほしいのが、未成年者の法廷代理人に対して行った場合は逆でしたよね。未成年者の取引で法廷代理人に対して追認するしないって聞いて放置されたら追認したものとされますから、そこは逆なんで、あの、引っかからないようにしてください。 えっと、一応これ114条ってことになりますけれども、え、一応まずこれは CF っていうことでちょっとやっておくと、20条の、えっと、1個2個ね。まあ未成年者っていうか制限行為能力者ね。まあここなんか担当をやるときに、やっぱりコスパよくやっていくのであればね、すみません、ここまで。え、コスパよくやっていくのであれば、 え、制限行為能力者の法定代理人の場合には、20条1項と2項で、追認の方になります。え、これは、あの、しっかりね、通常の無権代理は追認拒絶とみなされるんだよね。いよね。110条は、 まあ、追認するしないって言って、しませんって言った話ですね。でさこれは追認拒絶が規制されるんで。まあ、この問題やっとくと、二つのね、あの、違いっていうのは間違いなくなります。で、次に、無権代理の相手方は、表権代理の主張をしないで、無権代理に対して履行損害賠償請求をすることができるが、無権代理人は、表権代理の成立を主張して責任の免ぶことができる。はい、後段が間違ってるね。えー、前段は、無権代理人っていうのは、やっぱり、あの、後段ね。 無権代理人が表権代理の成立を主張することは許されないからね。え、あくまでも、前段は合ってます。え、前段は、え、相手方は表権代理の成立を主張するかどうかは、え、相手方次第ですし、無権代理人はその表権代理の成立を主張することはできません。そして、え、次です。え、無権代理人が本人を代理して、第三者の貸金債務について、本人名義で連帯保証を締結した。本人が追認も追認拒絶もしないまま死亡した。つまり、資格閉蔵の話ですよ、これは。 えー、無権代理と相続の話で、で、そのまま無権代理人が他の者と共に本人を相続した場合、その時には、はい、えー、当然に有効になるわけじゃないよね。これは、追認権は不可分ってやつですよね。えー、こちらはあの、次回の講義の冒頭でやりますけれども、えー、他の共同相続人全員の追認がなくても、無権代理人が本人から相続した部分について当然に有効になるということはありません。えー、どうしてかというと、追認権は性質上不可分ですから、全員が一斉のせいで追認しない限り効力生じません。 ですから、例えば3分の1だけ追認するとか、法定相続分三分、4分の1だけ追認するとか、そういう過分的な追認はできませんから、この全体として全員で追認しなきゃいけないので、そうすると、まあ、追認権性質上不可分とからすると、当然に一部分が有効になるという規定はもう絶対間違い。じゃあ、ラストなしです。えー、それでは、えー、無権代理人が本人所有の土地に抵等権を設定したため、えー、本人が抵等権の抹消等規請求訴訟を提起した後死亡し、 無権代理人が本人を相続したとしても、えー、無権代理行為は有効とならない。で、これは、資格併存説とか、いわゆるそういう無権代理と相続の問題になってないことに気づいてほしい。つまり、これ、生存中に拒絶してるからね、本人が定等権設定登記の抹消請求数を提起したということは、この時点で、本人は、生前に、追認拒絶と評価できるよね。 ということは、もう生きてる間にやってるんですよ、この人。で、その後死んだってことは、いわゆる無権代理の相続と問題ではなくて、この時点で無権代理が確定してます。えー、無権代理として確定していることになりますから、そうすると無権代理は有効とならないということは、それはその通りだよね、ということになります。まあ、いうことですね。 まあちょっと全体としてちょっと足の方ですね、無権代理の問題までやりましたで、えー、あと実は2問だけちょっと残ってるんですが、46番、47番については次回の講義でを扱っ,っていきます。 で、まあ、今日はちょっと1回目でね、最初にあの、問題の説明とかもあったので、ちょっと時間かけていきましたが、で、次回の第2回の講義の、えー、際にですね、えー、今日やった20番の問題から、えー、第45問までですね、第45番までの問題について、まあ、ちょっと30問から50問ぐらい、あの、ちょっと足で、えー、も、まあ、ランダムになりますけれども、まあ、確認テストみたいに用意しますので、復習する際にはそこのところを見ておいてください。で、次回の講義からの予習ですけれども、えー、この後ね、あのー、 まあこのあと代,代理までやったのでこの1でいうと無効取り消し条件、期限、期間取得事項という形で進んでいきますが基本的には総則の部分は今やっているみたいに予備と司法はとりあえず全部やっていくという形で進めていくんですが一部例外がありまして時効、時効のところは司法試験の問題が極めて難しいんです。 えなので、えー、学習の便宜上、時効のところについては予備試験のところをまず優先的に行うということになりますので、ちょっと学習の番号だけちょっと指摘しておくと、えー、次回の講義では、えー、46番から、えー、まず、えー、っとですね、えー、っと54番までは扱います、順番通り。えー、54番までは全て順番通り扱ってで、55番以降は予備試験の問題を中心にまずは触っていきます。ですので、司法単独になっている問題は飛ばしちゃってください。 で,で,で、で、できればどこまでやっておくのかっていうことがある程度頭の中にあった方が予測可能性があると思うので、えー、基本的には次回の講義最後までいくかはわかりませんが、えー、物件担保物件まで見ておいていただけるとより間違いないかなと。えー、ですので、えっ、ー、とね、185番までですかね、この、えー、と1って書いてあるですね、えー。民法問題差し1と書いてあるやつ。で、こちらが、えー、一応触りとしては、えー、代理から始まっていて最後に、えー、担保物件の効力というところまで、えー 特約から185番までがこれ収録されていますけれども、これの予備試験との関連足については全て扱う予定ですので、少し、まあ、あの余力がある方はそこまで見ておいてください、でその後次回以降の講義も同じように、この民法の問題冊子 ② っというところの方で予備試験と重複するものを全部やっていくということになりますので、えー、まあ、予備試験と重複するところをやっていってください。 正直あの、最初のうちはなかなかね、あの、進度の方が進んだり進まなかったりというのあると思いますので、え、まあちょっと思ったよりね、たくさんやったのにってことがあることはちょっとご了承いただきたいんだけれども、え、一応次回の講義の第2回の目安は、185番までやっておけば間違いないです。で、第3回についても、えっとですね、一応で再建全部っていうところはちょっと難しいところあるので、えっと、一応、まあ一つの目安ではありますが、えっと、再建のところですと、 予備試験と共通する問題に限定していくと一応、第3回の講義でここまでかなというのが大体再建上等ぐらいまで進む予定ですので第235問かな。 第235問の債建の二重条と書かれているところぐらいまでを見ておくといいです、もう一度さっきまとめますけれども、第2回、第3回、トータルで235番ぐらいまで確認しておくと良いかと思います、まあ、ちょっとそれ以上進むということはないと思いますけれども、まあ、もちろんこれ、毎回毎回、そこの予備試験の担当会はどんどん進んでいきますので、もし問題解くだけで時間がある方は、もうどん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 先を進めてしまっておいたがまが効率はいいかと思いますので、えー、まあぜひ、あの予習ないと結構しんどい感じで進んでいきますので、えー、まあしっかり やっといていいくださいであとは、答案とかで来て、抗議するようにって、ああって結構書き込んだりするものはあの、ウェブに上がってくるのと、あと、あの担当の場合だったら、もう前もって書いたのを見せるっていうケースもありますので、その場合にはあの、ウェブみたいなものもちょっと使ってね、あ,のあとでレジュメって形でまあ見ておいていただければっていうのも出てくるかと思います。では、えー、とりあえずはまずは基本的には問題の解説をどんどん進めていきますので、えー、しっかりまあ4ヶ月ありますので、全過去問ね、しっかりやりきっちゃいましょう。 では、それでは、本日の担当合格講座、今日は民法の第1回目の講義は以上といたします。それでは、お疲れ様でした。